これから国際ビジネス研究学会第27回全国大会、愛知大学国際中国学研究センター共催のオンラインコンファレンス、自動車の未来と中国、ケースはどこへ向かうのかを開催いたします。それでは開会に先立ちまして、国際ビジネス研究学会会長、白木先生よりご挨拶を賜りたいと思います。白木先生、マイクをオンにされて、ご挨拶のほどよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。早稲田大学の白木です。この国際ビジネス研究学会第27回全国大会が、ここ愛知大学で開催されるわけですが、今回のコロナウイルスの影響でですね、Zoom によるオンライン開催という初めての我々の試みを行っております。ここに至ります過程で、大会委員会の先生方、並びに、とりわけその大会実行委員会、特にその李先生はじめ愛知大学の先生方、並びに中部会の先生方にですね、大変なご尽力をいただきましてありがとうございます。そのおかげで今日こういう素晴らしい統一論題並びに自由論題を今日明日開催することが可能になったわけであります。心から感謝申し上げたいと思います。本日の統一論題につきましては、自動車の未来と中国、ケースはどこへ向かうのかというテーマでありまして、この自動車産業のこれからの行方というのはですね、我々の 国際ビジネスの分野におきましても、また日本の産業、あるいは世界の産業を見てもですね、大変重要なキーになる動きかと思っております。そういう意味で、本日のこの共通論題は我々にとりましても大変興味深いものでありまして、実際本日のこの、この統一、失礼、統一論題へのご参加の方々は、我々会員と愛知大学国際中国学研究センター ICCS のメンバーの方々を含めまして、450名ほどのご参加をいただけるということを伺っております。これだけ非常に強い関心のあるテーマかということで、我々もこのこれからの統一論題セッションですね、李先生、藤本先生、張先生、そして大将先生のですね、4名のパネリストの先生方のお話を伺いまして、これからの我々の国際ビジネスにどういうことが起こるのかということもですね、考えながら勉強させていただけたと思います。会員の皆様方におきましては、本日これから韓国会部ですね、韓国国際ビジネス学会の招聘講演、会員総会並びにオンライン交流会が今日ありまして、明日は自由論題が終日行われます。最後まで積極的にご参加いただければありがたいと思っております。本日はこのような素晴らしいプログラム、パネリストの皆様方をご準備いただきました実行委員会の先生方に心から御礼申し上げます。ありがとうございます。以上をもちまして、私のご挨拶に変えさせていただきます。本日、並びに明日、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。白木先生、どうもありがとうございました。続きまして、今大会の実行委員長の制約、李俊二先生よりご挨拶賜りたいと思います。それでは李俊二先生、マイクをオンにしてお願いいたします。愛知大学の李俊礼と申します。今回は国際ビジネス研究学会第27回全国大会の実行委員長を拝聴いたしました。実はですね、昨年の今頃です。今頃この件が決まりまして、だいたい1年ぐらいかけてコツコツと準備してまいりましたが、当初は愛知大学の名古屋校舎にですね、グローバルコンベンションセンター、グローバルコンベンションホールというのがありまして、そこを予約してですね、約600名の収容力はありますが、もともとそこで1日やる予定だったんですが、皆さんご存知のように、このコロナのパンデミックで、これもですね、リアルの開催が実現できなくなりました。大変残念ですが、また同時にですね、時間もある程度短縮せざるを得ませんでした。したがって今日はですね、オンライン開催ということで、実は事務局実行委員会では不慣れながら、いろいろ試行錯誤しながらですね、ここまで準備してまいりました。今日と明日、今日は統一論題、これオンラインコンファレンスになりますが、明日は自由論題1日、これ36分の報告があります。2日間、学会員の皆さんには2日間通してですね、お付き合いいただくとしてですね、また同時にですね、このオンラインコンファレンスの部は一般公開することになっております。
愛知大学の方針としてですね、そういう開催する場合はなるべく社会貢献といいますか、社会に還元するという趣旨がありますので、それを踏まえてですね、公開させていただきました。先ほど白木会長からもご説明しありましたように、申し込み者は450名を超えているということで、このウェビナーというのはもう条件は500名ですので、まあ、ほぼこれ限界かなという感じで、皆さんの熱心なご参加をですね、心から感謝申し上げます。で、今日のですね、私から改めて紹介するまでもありませんが、私を除いてですね、3名のパネリストの皆さんはそれぞれですね、日本と中国を代表する研究者でありますが、同時に日本の産業界、まあ、政策の立案に深く関わってこられた方々でもあります。で、パネリストの皆さんの略歴は皆さんお手持ちのですね、チラシに書いてありますので、改めて私は紹介するまでもありません。従いましてですね、後ほどまたそれぞれの素晴らしい講演を期待したいと思います。まあ、大変こう多忙な方々ですので、よくこの中でですね、時間を取っていただいて、ご協力をいただきました。主催者を代表して改めて、厚く御礼を申し上げます。ついでにアナウンスですが、今回の講演会はですね、オンラインコンファレンスは、まあ、そのうちにですね、国際ビジネス研究学会の学会誌である国際ビジネス研究にも、まあ、特集として組む予定です。ただこれおそらく来年の 春頃になるだろうということで、まあ、登壇者の4名の先生たちにですね、寄稿していただいて、またそこで、記録として残していきます。また同時にこの今日のコンファレンスの録画もですね、同時にしておりますので、そのうち学会のホームページ、および、ね、愛知大学国際中国学研究センターのホームページにも、ある程度編集した上でアップする予定です。講演者の皆様から、いずれもですね、ご了解をいただいております。簡単ではございますが、今日は最後までお付き合いいただくように、よろしくお願いします。以上、私の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。李先生、どうもありがとうございました。それではパネリストの先生方、カメラを一度オンにしていただけますでしょうか。はい、こんにちは。お久しぶりです。お元気ですか。それでは簡単にですね、簡単ではございますが、パネリストの先生方のご所属とお名前のみご紹介させていただきたいと思います。まずは清華大学教授の、張福前先生です。こんにちは。続きまして、東京大学ものづくり研究センター長の、藤本隆人先生です。早稲田大学、名誉教授の大将先生です。こんにちは、よろしくお願いします。それから、申し遅れましたが、今回、本日の進行を務めさせていただきます愛知大学経学部の田中と申します。また今回もう一人、南山大学の林先生にも、全体の進行、司会を担当していただきます。林先生も顔を出してください。白木先生も一度出して。あ、はい、林でございます。本日サポートさせていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。それではですね、早速ではございますが、まず一つ目の研究報告、李俊理先生の、自動車の未来と中国、ケースはどこへ向かうのか、趣旨と解題ということで、早速ご報告をお願いいたします。発表させていただきます。今回は私が企画を担当 しましたので、最初からですね、ちょっと僭越ですが、趣旨と解体ということで、自動車の未来と中国、ケースはどこへ向かうのかということについて、まあ、企画の当初の趣旨を中心に説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。1枚目のスライドになりますが、昨今ですね、まあ、コロナのパンデミックの影響でですね、まあ、世界中は今大変なんですが、実はですね、何か外部の危機が起きた際に社会が大きく変わっていくと、これおそらく皆さんも体験したのではないかと思います。
で今日は自動車の未来と中国ということで、もう全世界の話をするよりは、私は何かと言いますと、まあ、中国にアクセントをつけましてですね、中国における、まあ、自動車の新しい動きについて、簡単に説明させていただきたいと思います。従いましてですね、中国語には文古知新、日本語で言えば、古きを訪ねて新しきを知るということで、今の中国のとりわけこのデジタル化社会に向かって今中国は猛烈なスピードで、まあ、走ってますが、そのきっかけはどこなのかを振り返ってみますとですね、これが私が独自の意見ですが、おそらくですね、2003年の SARS 危機に遡ることができるのではないかと。ここの冒頭に書いてありますように、SARS 危機でですね、いわゆるバットの台頭があります。これアリババ、テンセント、バイドゥと、これ後ほど全部自動車に関連してきますけどね、このあたりが一つのきっかけではないかと思います。で、その中でですね、特に大きいのはネット通販の普及に一つ火がついたきっかけになっています。やはり非対面型、非接触型がありましてですね、ここに簡単な統計を出しましたが、例えばネット通販のユーザー数は2003年の時点ではまだ1000万人しかおりませんでしたが、これがですね、数年売買ゲームのように増えてですね、これが2018年にはすでにですね、8億人にも上っています。15年間つまり80倍増加してしまったというのがあります。同時に売上高の方を見ますとですね、2003年の時はまだですね、39億円だったところですが、これが2019年だともう10兆円を超えていると、実は日本の名目 GDP の3分の1になっているんだと。16年間で2700倍も増加して、しまったんですね。だから中国のデジタル化は偶然ではなくて、こういう15年以上の長い年月を経てですね、ここまで来たという流れをですね、ぜひ知っていただいた上でお話を聞いていただきたいと思います。つまり、SARS 危機がデジタル経済のパラダイムシフトの転換点になったということです。で、コロナ危機では今リモートワークやオンライン教育、遠隔医療などオンラインビジネスがさらに盛んになっておりましてですね、つまり今回のコロナ対策では中国はデジタル化をもってデジタルコロナ危機に対応していると。これは世界的に見てもですね、非常にユニークで、また非常に効果的です。今特に 5G の導入と、まあ、普及でいわゆる ABCD と言いますが、 A は AI、 B はブロックチェーン、 C はクラウディ、 D はデータですね、ビッグデータですね。それが特にその整備が重視されてまして、もうデジタル経済も新しい発展段階に向かっているところです。それを踏まえた上で自動車の話に行きますが、これが文古知新、まあ、その2になりますが、2003年の SARS 危機で自家用車の普及に火がついたのではないか。やっぱり3密を避けるという意味で、富裕層は交通機関よりもマイカーの保有に走ってしまったんですね。2003年の時はまだ450万台だったんですが、まあ、今の日本より少し少ないぐらいですけどね、もう6年間で2009年に1300万台になったと。6年でアメリカ抜いて世界トップになって今日まで至っているわけなんですね。で、もちろんですね、2018年は2800万台だったんですが、19年はですね、昨年はだいぶ減りまして 8% もですね、今年もさらに減るだろうということですが、ただですね、これが下の図にありましたように、GDP の経済成長と購買力の向上、それから WTO の加盟によってですね、自動車が安くなったと、まあ、いろんな要素が働くんですが、いずれ SARS 危機は中国のデジタル経済、そして自動車の普及にですね、非常に大きなインパクトを与えたというのは間違いないじゃないかと思います。それでは、まあ、本来の話題であるケースに、簡単にですね、レビューしたいと思います。ケースというのは、まずこの、C なんですが、コネクテッド、まあ、接続性ですね。とりわけ、まあ、コネクトカー、コネクテッドカーというのは有名なんですが、まあ、基本的な発想は私の理解では、このまあ、普通は携帯電話は端末と呼ばれているんですが、この自動車も車もですね、近い将来 IoT の端末になっていくんだというのは基本的な発想でありまして、その中でのキーコンセプトは V to X だ。つまり Vehicle to Everything となるんですね。
何かといえば車と何かとの接続や相互連携を総称する技術でありまして、中には大きく4つの、構成要素があるんですね。 V2V 車社間通信、 V2I これが路車間通信、 V2P これ歩行者との間の通信ですね、 V2N これネットワーク、クラウドとの接続なんですね。これコネクトカーというのは中国で今すごく盛んに展開されているんです。そして2つ目の A ですが、これが自動運転の話なんですね。その中ではいろんな説ありますが、私は比較的に分かりやすいというのは、今のレベル自動運転のレベル2、レベル3、レベル4ですが、レベル2の場合はハンズフリー、つまり手はいらないと。レベル3というのはアイズフリー、まあ、目は休める。ただですね、これ音声に対して答えないといけないと。レベル4はブレインフリーと、頭も休める。だから今は基本的にレベル2からレベル3の段階にあるんですね。これに関しては、まあ、世界的に見ますとですね、やっぱりアメリカと中国は主導しておりまして、アメリカの Google の Waymo、これ有名ですね、GM の Cruise、そして中国の場合と自動運転プラットフォーム、アポロ計画というのがあります。これの後ほど写真ありますのでお見せします。約今、加盟企業は140社です。そしてつい先月ですが、このロボタクシーというのは北京で市場サービスが始まりました。アポロ GO という、まあ、サービスのメニューが用意されているんですね。で、特徴的なのは、このいわゆるバスが揃って自動運転事業なり、モビリティサービス事業に参入しているというのは特徴です。そして中国政府は、まあ、5G と IoT のデジタルインフラの整備に今相当投資してまして、一つ大きなブームになっているというのは現状です。3番目は S ですが、S はシェアド&サービスとあるんですが、シェアリング&サービスと。これがモビリティサービスと日本語で総訳されているんですね。もともと MaaS と言いまして、モビリティ as a service となるんですね。つまり、まあ、自動車含めてですね、モビリティはサービス事業の一つなんだと。まあ、そういう捉え方でありまして、同時にいわゆるシェアリングエコノミー、中にはカーシェアとライドシェアが含まれますが、もうライドシェア有名なのはアメリカの Uber と Lyft で、そして中国の DD も今ですね、まあ、かなりもう世界最大規模のね、ライドシェアの企業になっています。自動運転事業にも参入しました。で、最後の E ですが、これがおなじみのですね、電動化、つまりパワートレインの電動化ですが、電気自動車の話なんですね。中国は今、世界販売の6割、保有の4割、になっております。で、電動化の潮流はどこまで進むのかと、まあ、最近ですね、トヨタはガソリン車の販売は2030年までに打ち切るんだと、フォルクスワーゲンも35年と、この流れはですね、一つ大きな勢いがついているのは特徴です。で、この左側のとこなんですが、ケースは実は分けてみますとですね、CAS が一つで、E はもう一つなんですね。この CAS は合わせていずれも通信と密接な関係がありまして、だから 5G インフラが一つ前提になっているんですね、話題の。後ほどこれについてまた少し詳しく展開します。で、少し写真をお見せしたいんですが、この中国では先ほど言った C と A が今くっついてですね、新世代自動運転車が新しい発展方向へ向かっている。これが2つのいい表現がありまして、1つはスマートカーと呼ばれています。で、まあ、ほぼ同じことなんですが、ICV というんですね、Intelligent and Connected Vehicle となるんですね。つまりこの A にあるように、上は自動運転車、左はコネクトカーとあるんですが、中国は今この2つの融合が進んでまして、つまり Intelligent Connected Car、コネクトビークルになるんですね。略して ICV と言います。後ほどもこの概念を使っていきます。だからこのようにケースと言いますが、C プラス A ということで、ICV は中国で独自の進化を、ね、遂げているんだ。新しい段階に向かっているのは特徴です。で、この、まあ、さっきのと似てますが、上はコネクトカーですね。車社間通信、路車間通信、などありますが、下の方は自動運転車ですね。センサーで自社と
他社の車や物の間の安全距離を保つということですが、これ2つは一緒になって今 ICB になっているというのは中国で一つの大きな流れになっております。そこで少し具体的に見ていきますが、 C&A の展開ですが、これバスが揃って自動運転車に参入するというのは大きな特徴であり、まあ、ICB の技術開発、そしてモビリティサービスへの参入が相次いでいます。一番有名なのはバイドゥですね。100度と書いてバイドゥと呼ぶんですね。このアポロ計画ですが、ここの大きな特徴は、そのオープンソース型自動運転車開発のプラットフォームを今、構築中だと。すでにですね、これが2017年から始まって、3年経って今はですね、すでに第5世代の 5.0 まで来ているんですね。中国企業の他にダイムラ、BMW、フォード、ホンダ、日産、ボッシュ、コンチネンタル、政府、NVIDIA、これが半導体メーカーですよね。インテル、ルネサス、日本ですが、まあ、参加してるんですね。だから大事なのはですね、このビジネスモデルというところは私も関心あるんで、狙いというのは ICB のアンドロイド型の、まあ、プラットフォームを提供するんだと。クローズドじゃなくてオープン、ソース型のプラットフォームの開発がここの大きな特徴です。他にアリババも ありましてですね、アリババというのは城市大脑といってですね、都市ブレーン、これ主にスマートシティとかですね、スマート構図についてもうそれに関するクラウドなんですが、スマートシティのクラウドなんですが、まあ、アリババは独自のアリ OS を活用してですね、社間通信に注力しているんだ。さらにですね、高精度の、まあ、位置特定サービスが必要なわけですから、まあ、高速地図という、オートナビというんですが、子会社持つんですよね。テンセントもですね、まあ、自動運転車開発の合弁企業を作ったり、地図会社のですね、それぞれみんなバイドゥ地図、高速地図、スウェイ、プーシント地図会社に、まあ、みんな参入してるんですね。最後に今話題のファーウェイなんですが、ファーウェイは実は昨年の5月初めてスマートカーソリューションズビジネスユニットをまあ、創設したわけですね。B2X の領域に参入して、狙いは ICT と ICB の深い融合を促進するんだ。そこは非常に技術力高いところですから、もう現にいろんなソリューションやもう製品を提供しているというのは、今の段階です。狙いはですね、2020年の北京冬季オリンピックで、デモンストレーションをやるんだと、まあ、来年の東京オリンピックと同じようにですね、もう次世代車の、まあ、オンパレードと狙っているわけなんですね。もう言葉だけでは分かりにくいので、私がいくつかの写真をですね、拾ってきました。これが今年の8月に、バイドゥワールド、の時の、まあ、写真なんですが、友人が提供してくれました。これ見てみますと、これアポロ計画の自動運転車ですね、アポロパイロットといいますが、ここにはもう世界の代表的なメーカーの、部品を使われています。こういうふうにですね、そしてですね、ここがその開発のオープンソース型の開発のプラットフォームなんですね。ここを提供することで、まあ、ここに関連のものを載せればですね、搭載すればかなり要するにね、開発の、プロセスなりですね、コストは削減できると、ここが一つ大きなセールスポイントになります。そして 5G のリモート運転、万が一何かある場合はリモートで自動運転できるというところなんですね。この写真は面白いんですが、もう今コロナですから、武漢はもう最初に大変な目にあった年なんですね。だから武漢加油とあるんですね。これは私と割と好きなんですが、ハイテックというのはですね、まあいいんですが、まあどれまで役に立つかと、やっぱり気になるんですね。実は自動運転車がコロナの交戦の最前線で活躍していたと。これがバイドゥの、いずれもバイドゥのアポロ計画の関係の、まあ、自動運転車です。だから無人の物流配送車とかですね、これがアポロンといってですね、レベル4の自動運転バス、これがですね、食事を運んでるんですね。そしてこの右側は有名な東華で特貫工事で作った山なんですね。華津山病院、我神山医院ですね。これも無人配送車を使ってやってるんですね。
左下は無人消毒車ですね。これ武漢の、まあ、皆さんテレビで見たかもしれませんが、たくさん走っていたということなんですね。一番面白いのは真ん中の写真で、これがですね、実は今年の3月13日の写真なんですね。武漢では有名なね、これ日本人が昔残した桜なんですが、これ春の名物なんですね。みんなロックダウンされてるから、まあ、つまらないでしょうからですね、無人中継車でプラウト桜鑑賞会をやってるんですね。おそらく WeChat とか今話題の TikTok でみんな楽しんでいたんだろうと、そういう実際役に立つ無人運転車もですね、あちこちで活用されてるというところはですね、非常に私にとっては印象深いものでした。ここはですね、関連の部品なんですが、中国には ICB サプライチェーンはある程度できてますが、コア技術が不足しているのは一つ問題です。でここは全部説明することはありません、できませんが、上はこれレーダーとかカメラ、アルゴリズム、地図、特例サービスとか、上は中国企業です。下の外国企業はもう世界を代表するそうそうたるメガサプライヤーですね。下は評価なんですが、これ詳しく展開はしませんが、要は中国はある程度のサプライチェーンはできている。ただ肝心の部分はですね、まだ外国に支配されてまして、例えば ZTE とファーウェイの制裁とかですね、そのあたりは今コツコツとやってる最中ということを理解いただければと思います。ここまでは C&A ですが、次は S に行きます。S はこれは張福前先生は後ほど詳しく説明されますので、私はここはさらっとお見せしてですね、これも新聞報道にも出てますので、詳しくは展開しません。で要は、例えば下の日本のトヨタはですね、中国のカテル、BYD の電池メーカー、先ほど出たね、配車サービス大手の DD とかですね、みんなかなり深く提携してお付き合いをしているんだというのは一つね、特徴じゃないかと思います。でこれもですね、時間の関係上さらっと見せましますが、もうこれ NEV と言いますが、新エネルギー自動車の略称は NEV と言いますが、NEV はですね、典型的な政策市場だということですが、昨年は120万台行きましたが、で補助金が下の方ですが打ち切られてですね、販売台数は減少しましたが、今年の4月に補助金はまた復活してですね、2020年まで継続するという話に、なっています。それで少し回復しているんですけどね。そこで話題のテスラが、まあ、今年の初めにですね、上海でギガファクトリーが竣工してですね、モデル3をはじめとして中国ではかなり売れてます。だからテスラ効果はどこまでね続くのかは一つ気になるポイントですけどね。また時価総額もトヨタを凌駕するとかですね、だからこれまでの常識と相当いろいろ違う展開が見られています。でまたですね、例の次の方がいいのかな、次のページです。これが後ほど大将先生まで説明されますので簡単にいきますが、要するにやっぱりですね、欧州委員会は2030年までに1キロ、キロ当たり68グラムの CO2 排出量という厳しい燃費規制をですね、一つ大きなネックになってまして、従来の内電機関、技術だけでは当然達成できない目標であると、そのような背景のもとで出てきたのは、まあ、ケースなのではないかというのは私の認識であります。で最後じゃないんですが、これ新エネルギー車の補助金の功罪ということなんですが、中国政府は膨大な補助金を投入しましたね。だからこれらの補助金はですね、批判的な意見はよく聞こえます。全部無駄じゃないかという批判があるんですね。その一方でですね、反論として、いや10年間に及ぶ補助金を通じてですね、中国の新エネルギー技術が世界トップレベルの仲間入りが実現できたのではないかと。つまりですね、特にリチウムイオン電池の分野においては、川上のサプライチェーンにおいて、まあ、大規模な国産化代替ができてですね、比較的体系的な電気化学産業が確立されたんじゃないかと。例えばですね、電池の世界ではカテルと BYD、新エネ車の場合は BYD と GLE と NIO というんですね。でまた特に電池の世界、車載電池の、まあ、世界ではですね、4大部材はセパレーターを除き、いずれも国産化 90% を超えてるんだと。
これ正極材、負極材、パレーター、展開石で、中国企業は今躍進しているわけなんですね。従いましてですね、中国の電動化関連部品は、まあ、一大生産基地として形成されつつあり、また世界の EV に部品供給する潜在力は十分あるのではないかと。それが世界最大の自動車市場と EV 市場を、ね、国内に持つ一つの強みが発揮される可能性が高いということなんですね。これがまあ報道されたように、カテルがドイツのですね、チューリンゲン州に、車載用電池工場の進出の写真なんですね。両国の首相が立ち会いの下で調印式が行われました。これがですね、充電器のシェアです。これ、青の部分は中国なんですね。世界的に見ても一番シェアが高いということなんですね。最後にちょっと学会ですから、少し、理論的なインプリケーションは何かないのかということですが、この左側は、まあ、従来の自動車産業サプライチェーン、ということになります、まあ。ピラミッドになっているんですね。今の話はですね、要するに OEM メーカー、Tier 1、Tier 2ときれいに分かれていますが、これからどう変わっていくのかというのは気になるんですね。つまり Tier 1と Tier 2の間に、またこういうふうに新しい、これが Tier 1.5 という説もありますし、また Tier 1がですね、Tier 0.5 という説もあるんで、つまり OEM メーカーの事業領域に一部入っていくんだと。いうのがあるんですが、いずれにしてもですね、きれいなピラミッドはここでですね、ある程度、新しい分業体制になっていくんじゃないかというのがですね、この清華大学の李克強さん、私の友人なんですが、首相の李克強さんではありません。また彼の説なんですね、Tier 1.5 が出てくる。で、ここから私の説明になるんですが、このケース、先ほど言いましたように、ケースは特に CAS の場合はいずれも 5G は前提条件になっているんだ。今中国はコロナ対策としては新型インフラ整備を展開してましてですね、この中には特にですね、7つの分野で重点的に投資していくんだ。しかも未来志向型の新技術にね、集中投資してるんだよね。例えば 5G の基地局、人工知能、ビッグデータ、インダストリアルインターネット、新電車の充電スタンド、都市間高速鉄道等々ですが、もう中央政府投資額だけで170兆円になるんですね。地方政府はだいたいその2倍ぐらい、まあその倍ぐらい投資しますから、もう簡単にこの2倍の額がこれらの分野に投入していることは間違いないだろうということなんですね。で、そこでですね、これケースは何なのかと、まあ最後あたりにこれを少しね、これが皆さんにとってはおなじみの、特にイノベーションマネジメントを研究している、まあ、会員の皆さんにはおなじみのモデルなんですね。アバナシー・アタバックモデルと言われるんですね。要するに、縦軸はイノベーションの発生頻度ですが、これドミナントデザインの決定、まあ、例えばこれ T 型フォートの T 型車、1908年かな。プロダクトイノベーションが起きて、それから次にですね、プロセスイノベーション、例えばベルトコンベヤー、流れ生産の導入なんですね。そこで、この第3のイノベーションの波が今来てるんじゃないか。これサービスイノベーションと呼ばれるものなんですね。これ、第3のイノベーションは実は、MIT のスローンスクールのクスマノ先生の最初に言ってですね、15年前に彼が HBS で、TOM セミナーで初めてこれ発表されたんですね。たまたま私もその場に居合わせたんで、すごく頭に残ってました。後で調べたら彼の文献出てきましたんで。で、そこまでは、まあ、要するにアバナシ、コスマノさんの説だったんですね。ここから私独自の解釈になりますが、今の、まあ、サービスというのはまさにね、マースになるんですね。16年前はまだマースはあまりなかったんですが、そのマースに関してはですね、大事なのはこの真ん中の線です。真ん中の線の下はですね、ハードウェアになります。で、上の方はソフトウェアになるんですね。つまりケースなどはいつもソフトウェアというのはイメージしてるんですが、実はソフトウェアの質、サービスの質を保証するのは下のハードウェアであると。これハードとソフトはもう密接な関係にあるんですね。不可分の関係にあると言ってもいいぐらいです。だから、このハードウェアの場合は B2B になるんですが、ソフトウェアの場合は B2C、あるいは B2B2C になるんですね。
大事なのはこの2つの、まあ、H と H ダッシュのところなんですが、つまりですね、サービスの質はこのハードウェアの質によって決まってくるというのは特徴で、だから自動車産業は今、脱成熟化といいますか、デマチュリティという新しい段階を迎えているというのがですね、このイノベーションのトリプルウェーブと私勝手に名前を付けました。最後になりますが、ケースはどこへ向かうのかと。これ具体的に後でパネルディスカッションのところがあるんで、そこで説明することにいたしましょう。長々とお話ししましたが、まあ、我々が、まあ、100年以上の自動車産業は新しい変革を迎えているんだということを考える際にですね、これ中国のね、また温故知新、文古知新になるんですが、実は今これ中国で一番古い本なんですね。易经と言います。易経と言うんですね。そこでこんな言葉は今から3000年前にも出てましたよ。易は、だから、窮すれば、すなわち変ず。変ずれば、すなわち通ず。通ずれば、日差しと言うんですが、意味としては、あらゆるものは絶えず変化していき、時代がどん詰まりの状態まで進むと、そこは必ず情勢の変化が起こり、そこからまた新しい展開が始まる。変化することで通じる日差しとなると。中国で言えば、穷則变、变則通、通則久となります。つまり3000年前の中国の古典の知恵というのもですね、今、自動車産業何か行き詰まり、コロナで行き詰まりを迎えているんですが、実はこれは新しい展開の始まりなんだと言ってるんですね。つまり変化することこそね、この普通の、まあ、ノーマルじゃないかと。で、ニューノーマルというのは、ノーマルを踏まえての新しい展開になるというのは私の、まあ、発表となります。で、時間になりましたので、私は以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。李先生、どうもありがとうございました。続きまして、早速ではございますが、特別講演、藤本隆弘先生、新型コロナ時代のアジアサプライチェーンと日本拠点の役割というタイトルでご講演いただきたいと思います。それでは藤本先生、マイクをオンにされて画面は映ってますので、スライドショーでお願いいたします。はい、はい、藤本さん、よろしくお願いいたします。李さんからですね、いや、中国今どうなってるのかなってのは、今この騒ぎでちょっと情報が途切れてたんで大変勉強になりました。いろいろとやっぱり進んでますね。で、私は今日は実テーマ的にはですね、自動車の話はとりあえずはしませんというか、あんまりしません。いただいているのはこの、まあ、新型コロナ時代のアジアサプライチェーンという話なんで、ここの話をしようと思います。で、まあ、後で、まあ、時間がですね、あればパネルの時にちょっとそういう、我々の話、いや、自動車の話はしようと思います。ということで、はい、で、我々ですね、常に産業を見てるわけですが、産業企業を見てるわけですから、やっぱり土台のところで常に現物を見ると、まあ、私は一応生産管理の出身なんで、やっぱり現場から見るっていうことにしております。だから、まあ、84年に大野太一さんとお会いしてから、私は、まあ、大野さんのファンでありまして、やはり現場からものを見るという、もちろん上から見るのも大事なんだけども、下から見るのと両方やった方がいいよねということであります。で、下から見るとですね、実はこれまさに三方よしになるわけでありまして、要するに買い手よし、売り手よし、世間よしですね、これは左から並べてみるとね、というですね、行動パターンを持っているのが、まあ、特に日本の現場はこういうふうな行動パターンで、まあ、近江商人 の、 これ考え方ですね、まあ、数百年やってきているということだと思います。で、これはまだ続いていると思います。だから極端に言いますと、トヨタ生産方式っていうのは、この三方よしが車の両輪で動いてないとですね、これ長続きしないんですね。だからなんでトヨタ方式が外でなかなか伝わらないかというのは、テクニックが分からないからではなくて、テクニックが分かっていてもこのフィロソフィーが分からないからだと思うんですね。で、そういうこともありますんで、私は常にここから話を入るようにして、中国の方々がいろいろと、トヨタ方式のことを勉強したいって言って、よくレクチャーやりますけど、私最近はもうトヨタ方式のレクチャーしないで、もうこれの話しかしません。テクニックはって言われるから、いや、テクニック前にこれ分かってないとトヨタ方式どうせ分かんないから、こっちからちょっと見なさいよっていうようなことを言っております。まあ、ちょっと余計なこと言いましたけども、ということで、まず現場から見るということにしております。で、従いまして、まあ、現場現物になるわけですけども、産業を見るですね、その見方として、まあ、現場の組織能力、まあ、これ、まあ、例えばトヨタ方式とかリーン方式とか、これまあ典型的ですね、なものとしてあります。だから現物ですね、現物についてはですね、私はまあ、これ、ここ20年ぐらいはアーキテクチャ、つまり設計思想
から見ていくのがいいだろうと考えておりますので、この現場現物、この2つがですね、ある種の適合性を持っていると、まあ、結果的に競争力、まあ、選ばれる力ですけども、競争力が高まるという、こういう、まあ、これあの、実は設計からものを見てますんで、設計の比較理論なんですね。リカードのいわゆるその比較理論に設計概念を入れるということを、まあ、考えて、まあ、これで考えると、大体過去30年の話がかなり分かるというふうに私は思っておりますので、それを使っております。で、まあ、以上のようなことを、まあ、一応前提にした上でですね、まあ、今日時間ないんでどんどん行きますが、デジタル化の話もいたしますが、まあ、どっちか自動車よりデジタル製造業の話になっちゃいますかね。感染症時代の話をします。で、ご承知のようにですね、日本にはあの災害は忘れた頃にやってくるというですね、名言があるわけでありますけれども、まあ、今何が起こっているかというと、これは災害を忘れる前にやってくるようになっちゃったと。つまり、ある程度こう周期的に来るんだよなっていうですね、ことを我々は覚悟しなきゃいけない時代になってきたということであります。これはですね、実は見える災害、見えない災害両方であります。まあ、我々まあご承知、まあ、地震、水害、火災、まあ、とにかくまあ災害大国でありまして、まあ、とにかくまあたくさんやってきますね。だからこっちの方だけ見てればもうすでにですね、まあ、忘れる前にやってきていることは間違いないと思うんですけれども、これにまた見えない災害が加わったということであります。だ見える災害でまあ我々の記憶にあの新しいのはまあ10年前の東日本大震災、さらにその前の阪神・淡路大震災、その後に、まあ、前後にですね、まあ、いっぱいありましたね。水害ももちろんありますし、日本は、まあ、とにかくこういったあの災害大国であります。で、ありますからですね、ある意味ではその災害、に対する対応ということに関してはですね、経験値が非常に高いわけであります。これ別に日本人が偉いからではなくて、日本人がひどい目に遭ってますから、経験値が高い。これは間違いないと思うんですね。これがですね、結構生きてきてると思います。今10年前は10年前の、ね、見える災害、今回は、まあ、コロナパンデミックのです、ね、見えない災害というふうに見るわけですけど、この2つ別々に論じられちゃってるところが結構あると思うんですけど、私はそれは違うと思いますね。やはりこの2つは両者のディザスターであるということは変わりないわけです。だもちろんそれ見える見えないの違いありますから、対処の仕方は違ってきますけれども、実はその10年前にですね、ああいったことが、さっきリーさんが SARS から考えるんだよって、あれ まさにですね、なるほどねと思いました。中国ではそうなんだなと思いましたね。日本では多分やっぱり東日本大震災、あるいはその前 の阪神・淡路から考えるべきだと思います。まあ、トヨタの人はよく言うのは、いや、それは伊勢湾台風から考えるんだというふうにおっしゃいますが、そういうやはり長期のやはりその能力構築の歴史ですね。これをまさに温故知新で考えていくってことが大事だというふうに私も思います。でですね、まあ、そういうことで、震災も含め、あるいはパンデミックも含めてですね、災害は忘れる前にやってくるんですが、もっと大事なことがあります。それは競争は毎日やってくるってことであります。グローバル化であります。これをですね、忘れちゃう、どうしてもね、大きなその災害なんかありますとね、そっちにやっぱり目がいっちゃいますよね。そうすると、その災害ファースト、災害対応ファーストのですね、その取り組みを恒久的に取ろう。ただ今だとジャストインタイムはもうダメだから、ジャストインケースで在庫積もうなんていう、はっきりこれ暴論がアメリカでも平気でやっておりますけど、私はこれはまあ、アホと違うかとは言いませんけども、そういうことを言っちゃいけませんよというふうなことはもう私は英語でも向こうで発信しております。それダメなんですよ、はっきり言ってね。つまりどうしてもやっぱり人間の心理としてですね、そういうこういうことが起こりますと、東日本大震災もそうだったですけども、やっぱり目前のですね、この災害にどう対応するかということをまず最初に、最優先で考えようと、これは気持ちは分かるんですけれども、それだけでですね、恒久的にそちらへ振ってしまうということは非常に危ないということであります。なぜならば、競争は毎日やってくるわけであります、ね、はい。ということでですね、もう一つ言っておきたいのは、このやはり今日出てきましたそのいわゆるサステナビリティ系の話、それからデジタル系の話、これ両方リサの話も出てきましたけども、まあ、それがグローバル競争の中で起こっていると、まあ、例えば今、米中摩擦がこういう形で出てきてますね。そして、まあ、デジタル化は、今のような形で進んできて、まあ、これから多分サイバーフィジカルの方へ移っていくと、主戦場がね。でサステナビリティはもうご承知の通りあります。で、つまりこれはですね、実は並べてみるとですね、面白いことにこれは大きく言って SDG なんですね。で私はこの3つはですね、同時に考えなきゃいけない。どうしてもなんか一個一個取り出してですね、かっこよくこう解くというのが、やや SNS の時代には流行って、つまりキャッチコピー的な話になっちゃいがちなんですけども、私はやっぱりこれらをですね、すべて入れて、連立方程式解くようにも考えないと、解は出てこないというふうに考えております。まあ、私はできるわけじゃないですけど、そういうふうに心がけております。
ということでですね、まあ、ちょっとリモートの話は飛ばしますが、まあ、要するにあのリモートという言葉が一つまあキーワードになってきます。これは後でやります。ということはですね、要するに平時と有事の繰り返しになっているということ、あるいは繰り返しになるであろうというのが、まあ、このアフターコロナの時代の一つのシナリオですが、ただこれもですね、今のところその、まあ、新型コロナの、まあ、言ってみれば、正体がまだ分かっておりません。ですからこれ、まあ、3つぐらいのシナリオはですね、用意しておく必要があるというふうに私は思っております。一つは天然痘型ですね。これはあの要するにあの古典的な、要するにまあその発症して感染していることが分かるという、このまあ、あのコレラから始まってのですね、古典的感染症です。今あの、政府が追っかけているのはこの、古典的感染症対策でありまして、だ100年前と同じことをやっているって言われちゃいますけども、まあ、ややそれに近いところがあるわけですね。で問題はその今回のはそれと違うわけですけども、まあ、もちろん、まあ、政府がやっているのは100年前と同じことを、まあ、やかにやっちゃってるんで、まあ、そこが問題点は問題ですが、ちょっとそこは今日はあの話しません。いずれにしてもですね、もしこれであの幸いなことにもしですね、この天然痘型であるとすればですね、これはまあ1、2、3年かかるかもしれないけど、これは撲滅されます。撲滅されればですね、まあ、それで一段落なんですが、おそらく、10年後ぐらいまた全く別のものがパンデミックで起こってくるだろうと。例えばあの抗生物質が効かないやつとかですね、まあ、予備軍がいますから、ということで、まあ、これもやはりですね、いずれは来るだろうねって話ですが、まあ今 の, あの新型コロナについてはですね、まあある程度ワクチンで撲滅できるというのがこれが一番楽観的な予想でありますが、どうもこれにはなりそうもない感じですね。で2番はインフルエンザ型であって、これはかなり、まあそのまあ、変異を起こすと、まあ、遺伝子が変異を起こすわけですね。まあ、すでに今起こってきておりますが、これによってですね、まあ、あのいろんな変異あのバリエーションが出てきちゃうわけですけども、まあ、しかしながらワクチンはできると。ワクチンはできるけども、そのワクチンでですね、そのいろんなバリエーションを全部カバーしようとする。今のインフルエンザ の陽性者はそれですよね。なんですが、残念ながらですね、時々こう空振りする。時々その取り逃すのがあって、でそれが新型インフルエンザでですね、大流行すると。これが数年に一度あるみたいな、これがまあ第2のインフルエンザ型になるという可能性ですね。で第3が、これが一番恐ろしいわけですけども、風邪型です。つまり、風邪はご承知のようにですね、ワクチンありませんし、特効薬もありません。要するにその病原体が多すぎるわけですね。ですから、次々いろんなのにかかって、我々は大体生きてる間に、どうやら平均すると200回風邪にかかるそうです。ただし、200回かかってもあんまり人死にませんよね。だからそれぐらい致死率はものすごい低いわけです。ところが、この致死率がもし 0.1% の致死率のあるようなですね、その風邪のようなものとしてですね、この新型コロナウイルスを考えるべきだとすればですね、これ、まあ、どう計算するかですけども、我々必ずどこかで新型コロナで死ぬと。5歳か30歳か100歳かわからないけども、そうなるという、こういう人生観を持ってですね、これから臨む必要があるということになっちゃうかもしれない。ワーストケースですね。これには、こんなのはまだ見たくもないシナリオですけれども、しかし、まあ、この3つぐらいは、考えておく必要があるのかなと思っております。ですから、どのぐらい のこう頻度になるか分かりませんが、しかしどんな頻度であれですね、この平時と有事が繰り返されるという、この形を我々はその、まあ、覚悟すべきだということです。さて、そこでですね、まあ、見えない災害としての、見えないグローバル災害としての今回のパンデミックの話をするわけでありますけど、これ私先ほど申し上げましたようにですね、これはこれで考えよう、もう10年前の東日本大震災のことは忘れてって話ではないと思います。これはすべてディザスターであるということは変わりないんですね。だからその災害対策であるということをですね、したがってこの災害対策としてのケイパビリティというのはかなりもちろん違うところもありますけど、共通点もあるわけですね。ですからそのことをですね、考えてより広い形でこの問題をですね、捉える必要があると私は思っております。見える国内災害、まあ、特に見える広域国内災害としての東日本大震災、これ我々経験したわけですね、10年前に。そして、今回は見えない、今度はグローバル災害ですね。グローバルサプライチェーンのどこが止まるかわからないという、こういった未知のゾーンに入ってきたわけですが、ただ未知のゾーンなんだけども、実はかなりですね、まあ、今までやってきたことがですね、生かされる部分が大きいということだと思います。で、それがありますと、要するにこれまでの災害大国日本の、こういった感染防御に対するケイパビリティもですね、実は世界的に見たら高いということも可能性が出てくるわけで、まあ、実際今そういうふうになってますね。まあ、世界中で、まあ、もちろんロックダウンはなかったということもありますけども、ちゃんと動いている工場が、日本に多いということは、これは間違いないところで、まあ、それがありますとですね、こう今のような時代になりますと、やはりもうコストが高いということも大事なんだけども、農業をちゃんと守る、そっちのリライビリティが非常に重視されるようになってきますから、そうすると、
ちゃんと動いてる工場っていうのが一番評価されますよね。まあ、そういった形で、まあ、あと、まあ、今申し上げてもいいんだけども、例えばある私がこの2年から 2回ぐらい行ってるんですけどね、あとで名前も言いますけども、山梨県にある、まあ、要するに半導体系の工場ですね。半導体系は今どんどん需要が伸びてますから当然仕事が来るわけですけども、これが、要するにアジアの巨大 ODM から、3月ですかね、大きな受注が来まして、でそれを受けまして、でその後、まあ、感染者を一人も出さずに、これ大変なことですけどね、出さずに、フル稼働で動いてます。4月から今までフル稼働でずっと動いてます。まあ、それは何かといえばサプライチェーンをちゃんと維持していることができていると、そして、その仕事をですね、需要創造ですね、仕事を取ってくることができている、そして感染を起こしてないと、この3つの条件を満たせばですね、日本の工場で3月からずっとフル稼働という工場、これ実は、かなりあるわけですけど、実はね、それが実現できているわけでありまして、これはやはり今後を見る上でですね、もちろんガファ羨ましいからガファみたいにっていう、そのそっちの方の研究も大事なんですけども、身近なところにあるその日本の企業で比較的ちゃんとやってるところからまず地道に学ぶってところが大事じゃないかなというふうに私は思っております。ということでですね、見える国内災害の対応能力を見えないグローバル災害の、ね、対応能力にこう活用していくということ、これによってですね、サプライチェーンのある種の頑健性、あるいは、コンティニューティですね、連続性、これを保つことができるということになってきます。この話を少しします。まず見えない見える物理災害ですね、こっちから話をしますけども、これは言ってみればですね、自社やサプライヤー の工場の中がこれ被災します。機械が壊れます、倒れます、動かなくなります。これを復旧するわけですよね。で対策は従ってですね、当然これ、まあ、被災時のサプライチェーン その早期回復なんですけれども、そのためにやるべきことはですね、一つはもちろんその場の、復旧です。その場の復旧能力がまず第一、そしてもう一つはですね、その場復旧で間に合わない時の代替生産能力です。この2つですねが、この見える災害についてはですね、非常に重要であるということは、これ実は2011年の時に、あるいはもうその前の1995年の時にですね、もうすでに分かっております。まあ、この辺やっぱりトヨタさんの見るとやっぱすごいんですよね。トヨタさんの動き方は本当海兵隊みたいで、本当すごいんです、この辺がね。なんですけども、まあ、その話にすると今日は時間がないんでやめておきますが、要するに対策としてはこの2つが中心、そしてですね、このその場復旧あるいはですね、代替生産への移行、これが例えばですよ、製品在庫を2週間分持っているサプライチェーンがですね、2週間以内にこの今のどちらかでですね、丸1か丸2で復旧することができればサプライチェーンは動き続けます。これは分かりますね。で日本のですね、ジャストインタイムと言われているような、サプライチェーンでもですね、製品在庫はまあいろんな理由で、まあ、2週間ぐらい持っているところが多いと思いますね。これはまさに2011年の時もそうだったわけですけど、だ 2,3 週間分持っていて、で 2,3 週間以内、つまり3月中、2011年3月中に復旧したところが多かったんで、日本のサプライチェーンはですね、あんだけのことが起こったのにあまり止まらないで世界をびっくりさせたわけです。これは普段からやったことが、まあ、生きてきたってことでありますけどね。で、まあ、トヨタさん見てもそうですよね。トヨタさんの、ジャストインタイムの、まあ、これはもう対象ですけども、あそこもですね、国内の自動車 その製品在庫はやっぱり2週間分ぐらいだと思います。アメリカは 1ヶ月以上持ってると思うんですけどね。つまりジャストインタイムといっても在庫ゼロなわけじゃありませんから、その在庫期間の間に復旧できるかどうかの勝負だということになります。したがってですね、これは実際のこれは金子さんの香西さんというです、ね、方がこれ立派な工場長がいましてですね、彼と話した時に出てきた話ですが、要するに、まあ、こう災害起こればまず工場長が飛んでいってですね、まずその品目ごとに次のデータをまずですね、さっと、逆に言うとこのデータはさっと出てくるようにしとかなきゃいけない、これがビジネスコンティニューションプランですね。だそういうプランとしてちゃんとですね、期間の需要量、在庫の量、それから復旧期間、それから代替生産の準備期間、この4つの数字、各品目ごとです、すべてさっと出てくるようにしておかなきゃいけないということですね。で、これが出てきますと、今言ったですね、在庫量を期間需要で割りますと、これ、在庫期間になりますね。これがさっき言った2週間とかになるわけですが、ただ、ものによってはです、医療用のマスクとかです、ね、まさに今回問題になったものとか、あるいはその輸液バッグとかね、ああいうですね、要するに、その災害そのものによって需要が急増するもの、これを私は一応、緊急在というふうに言ってます。あるいはエッセンシャルグッズと言ってる人もいますね。こういうですね、ものに関しては、やはりこれは備蓄が必要かもしれません。在庫 の期間がですね、こう急速に短くなっちゃうんですね。で、実際、これは金貨でもですね、そういう材がいくつかあって、これは全部医療用でした。医療用の塩化ビニールです。
でこれについてはね、もうだから、悪いけど、これはね、復旧もやるけど、復旧じゃ間に合わないから、高砂の、つまり本社工場の方に持ってって、代替生産してくれと。で、これ急遽これやってですね、間に合ったですね。間に合いました。さすがですね。だこのだからいざという時の代替生産能力、これが効いていたわけであります。その結果としてですね、まあ、あそこは、まあ、言ってみれば動き続けたと。つまり、ビジネス、サプライチェーンは、まあ、止まんなかったということなんですね。よろしいでしょうか。まあ、だからこういう日頃からの、ケーパビリティビルディング、能力構築というのが非常に大事であるということがお分かりだと思います。だから、ここでですね、よく今、アメリカ出てくる、だからね、もうね、中国のマスク来ないから、もう懲りたから、もう備蓄だみたいなね、もう何でもかんでも備蓄だって話が今ありますけど、何でもかんでもジャストインケース備蓄っていうのは、それは間違いですよね。だから僕ら言ってるのは、オーディナリーグッズと、いわゆるそのエマージェンシーグッズ、つまり緊急財とですね、普通の財は分けて考えるべきであって。普通の財に関してはちゃんとですね、要するにその在庫期間内に、その復旧ができればですね、それでサプライチェーンは止まらないわけでありますから、その在庫積むよりもですね、復旧能力を高める、あるいは代替生産能力を高める、つまりケーパビリティビルディングアプローチでいくべきだという、私これ今、実はアメリカで雑誌にこれ今投稿してどうなるか分かりませんけども、これを主張しております。だからまだバッファーアプローチいっちゃダメだぜと。いうことであります。ということはですね、まあ、今のをまとめますとね、サプライチェーンの復旧期間がですね、在庫期間よりも、短くしておくと、これが、まあ、基本であります。そのためにはまずはその場復旧に全力投球で、万一の場合に備えてこれは代替生産バックアップに持ってやりますね。でその上でですね、いやどうも間に合わないぞって話になりましたら、これは一時的な代替生産に、スイッチします。でこれもね、やっぱり無理な、もう多分全部水に浸かっちゃってもうしばらく動きませんとかですね、なりましたら、これはしょうがないから、どっかにですね、ある程度恒久的に生産地の切り替えをしなきゃいけませんが、ですね、これをやるときにいきなりですね、自分のところに内製で戻しちゃうとか、他の会社に持ってっちゃうとかいうことは、やるべきでは、なるべくやらない方がいいです。これ、人間がやってることでありますから、サプライチェーンの中でこういうことをですね、平気でやってますとですね、サプライチェーン全体の中で、ああ、あの会社はそういう会社なのねと。いう形で一気に信頼関係が崩れます。信頼関係が崩れてですね、平時の競争はできません。ですからあの災害時ですね、淡くってこういうそういうことやっちゃってですね、次の競争時に非常におかしなことになるというですね、まあ、こういうまあ、ってアホなことはやってはいけないということでありますね。ということでまとめますとですね、見える災害についてはですね、まあ、被災するのは工場の中ですから、対策は中の復旧、あるいは復旧できなければ代替生産ということだったわけですけども、ウイルスがないによる、まあ、見えない災害の場合はちょっと違うところがありますよね。これは被災しているのは工場の外であります。で対策は外に対する中の防御であります。まあプロテクションというかディフェンスですね。まあこれ言ってみれば水攻めにあった城の防衛に近い形になると思います。つまり存続に必要なですね、ものは全部ですね、流れるようですよ。人も流れる、付加価値も流れる、情報も流れる、物も流れるが、ウイルスは流れないという形を取れるかどうかということですね。そこで、まあ、我々こういうものを考えるときに必ずこう流れ図を書きます。我々はまあこれいろんなところ の改善活動の支援やってるんですけども、必ずまずこの流れ図を書くことが始まるんですね。この場合はですね、物と情報と付加価値の流れ図なんですが、 とウイルスの流れ図です。で、この場合当然物と情報と付加価値はですね、ちゃんと流れ続けなきゃいけないんだけど、また人もちゃんと出入りできなきゃいけないんだけども、ウイルスは入ってこないんですよと。まあ、これ今ではありませんけども、ホワイトカラーとの違い、ブルーカラーというのは付加価値が生まれている場所に行かないと仕事にならんということであります。したがってある程度密なことをやらなきゃいけないわけですね。だからこれが本当に大変であります。僕ら見て一番大変なのは、例えば神奈川県とかああいうですね、大都市圏にある6000人規模の工場ってあるわけですけど、これは本当に大変です。なぜならば、地方の工場では大体 98% 皆さん、まさにさっきリーさん言ったように自家用車で行くんですよ、みんな。自家用車で来るところはですね、まあ、発生がかなり抑えられます。ところが、大都市圏のこういう6000人の工場は6000人 のですね、ほとんどが、まあ、歩いてくる人、自転車の人を除きますとですね、まず列車とバスで来るわけです。ですから、全体 0.1% の、感染率があればですね、やっぱり 0.1 出ます。だからこの数千人の工場で大体この半年間で数人出てますね。だからこれしょうがないですね。今の政府のやり方があれだとすればですね、これは、この数人はもう、これは、予防できません。ですから、あとはその数人をですね、職場内で完全に封じ込めて、職場内でさえクラスターを起こさないようにすることです。
で、私の知っているこの工場は、残念ながらやはりですね、こう確率的なものとして数人出てます。しかしこの数人パラ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 出てるんですけど、これ全部一人一人一人で抑え込んでますね。これが多分大都市圏の工場ができることはまあこのぐらいだと思いますけども、これをちゃんとやってます。これはこれでやはり立派なことだと思いますね。はい、で今のですね、この絵からですね、まあ見ていけば大体こういうあの新型コロナウイルス感染に関する、まあ、防御のために必要なルーティンですね、が並びます。これらのルーティンができてますか？例えば10個あるうちのですね、まあ、あのうちの業種はこのうち5つやらいいんですよってことだとすればですね、その5つの中でですね、何パーセントが本当にちゃんとできてますかという、これでもっていわゆるそのウイルス感染に関する防御能力ですね、これが分かってきます。見える災害は先ほど言いましたように復旧能力と代替生産能力でしたが、見えない災害の場合にはこれは中の機械は動いてますが人が入れないという、こういう問題になりますから、これはウイルスに対する防御能力ですね、これがポイントになります。だ多分こういうものをですね、まあ、いわゆる実は我々もこれでもすでにアンケート始めてますけども、これでアンケートやってですね、出てくる数字、いくつやれてますかみたいな数字ですね、これが、特定値になるわけであります。で実際これ実はちょっとパイロットでやってましてね、パイロットでやったのに面白い結果が出てます。これ後の次の話に出てくる なんですけどね、日本のある工場で聞きますとね、まあ、ここが中のね、まあ、全部じゃやってませんと、うち業種的にやらなくてもいいものがありますから、この多分半分ぐらいやってますと、ね、まあ、これ今20あるとしてその中10やってますってなってますとしますね、その中の半分はね、もともとやっていましたと、だからちょっと強化しましたと、だ手を洗ってますとかですね、なんとかって、まあこれですね、もともとやってましたと、ちょっと強化しましたが半分、だからやっぱり3月4月にですね、やっぱり初めて導入しましたがやっぱり半分、こんな感じです。ところがですね、同じ会社の海外の工場、アジアの海外の工場でですね、同じことを聞きます。これ実は我々聞いてます。そうするとですね、今のところ出てきている答えの中ではですね、いや実はそれはあと海外工場は全部3月4月に全部新しく導入しましたと、としますとこの間のですね、経験値のギャップがもう数字で出ますね。これを誰がカバーするかといえば、それは日本の工場がマザー工場として動くわけです。だマザー工場というのは単にですね、競争力の移転をするだけではなくて、もはやですね、こういった災害対応能力もですね、海外のですね、サプライヤーにこう移転していくという、これが新しいタイプのですね、まあ、より広い意味でのサプライチェーンの中でのですね、マザー工場、特に日本の場合これそれをやりながらちゃんと日本でも生き残っていくということであります。戦うマザー工場と我々言いますけど、この日本の中にいる戦うマザー工場の役割でありですね、こういったことがどんどん入ってきますと、今もう当然分かりますようにですね、日本の工場が、まあ、一時期、まあ、もう日本なくなっちゃうじゃないかとかいろんなこと言われてましたけども、まあ、存在感は上がってくるというふうに思います。まあ、もともとですね、まあ、日本それぞれなくなっちゃうから、まあ、そういうことを言う人いましたけども、統計的にちゃんと見ればですね、この30年間、日本の製造業、大体100兆円ちょっと、人数にして1500万人から今、1000万人減りましたけど、1000万人、こんなもんでやってますよね。ですから、このような人数でですね、ちゃんとやれてるという、こと、つまり日本の製造業はですね、増えちゃいないけど、減ってもいないんですね。これをまず抑えた上で、じゃあ、これからどうするかという話になったときですね。少しこう日本の工場を持つとマザー工場的な役割がより重要になって存在感が増していくんじゃないかというふうに私は思っています。それを前提にして最後にですね、この話をしますが、また歴史的に見ますとね、もともと80年代は日本から全部輸出するみたいなことでやってました。90年代に突然中国が出てきてですね、賃金20分の1、もうとてもじゃないか叶いませんで中国にどっと出ましたね。で中国でも何でも作って中国から輸出するっていう形をですね、まあ、自動車以外は大体取ったわけであります。で中国がどーっとね、日本の生産も増えたですね。でこれでサプライチェーンができました。ところが中国の賃金がですね、2005年ぐらいから5年2倍で上がり始めました。そうすると中国の輸出競争が落ちてきますから、逆に中国の市場が多くなりますから、中国の拠点は中国向け、まあ、アメリカみたいな感じですね、で残していきながら ASEAN の例えばですね、賃金半分のベトナムにその輸出拠点を移すという、こういう形がですね、ずっと出てきて、今この3つアジア三角形って形がですね、できつつあるわけですね。で問題はですね、この形でグローバル、ディザスターが起こってどうなるかっていうとですね、まあ、これですね、例えば今年の1月、先ほどのこれ、まあ、じゃあ名前言っちゃいますとですね、パナソニック甲府工場です。半導体の実装装置作ってます。1月にまあ、パンデミックで、中国のサプライヤーからのサプライが止まりました。これはカスタム製品なんで、どっかで代替生産しなきゃいけません。同じサプライヤーの
ですね、代替生産をお願いしました。さっき言ったようにですね、同じサプライヤーであればですね、これは技術移転も早いですし、それから人も動かせますね。でここでですね、すぐに他の、あの会社に移しちゃうなんてやりますと、これは信用を失いますから、これは例えばトヨタが絶対やらないですよね。トヨタ のルールとして必ずあるのは、代替生産する場合は必ずその会社の別の拠点に移せというのは、これもう大鉄則ですよね。要するに人間がやってることでありますから、やっぱり人間をあの抜きにしてですね、この勝手、まあ、あのさっさと物を決めちゃいけないということになるわけですね。でその後3月になりますとですね、この ASEAN が止まりました。中国が動き始めて、ASEAN は止まりました。また同じことですね。でももしもこの時ですね、万一日本 で震災が起こったら、今度は日本が止まります。どこが止まるかわからんという状態の中で、これを動かしていくというですね、ことになるわけですけども、大事なことはですね、このようなことですね、時にその平時と緊急時、先ほどこれ繰り返して言いましたけどね、平時においてはあくまでも競争力ファーストで、そのサプライチェーンを組むと。間違ってもその、淡くってですね、緊急時対応で高級化するってこと絶対やっちゃいけないってことです。緊急時においては、しかしそれをですね、緊急時対応に変えるわけですよね。今言ったことはそうであります。ですから、この2つをうまく切り替えるサプライチェーンの柔軟性、これが大事なのであって、サプライチェーンを恒久的にあっちにするこっちにする、例えばもうね、これグローバル懲りたからローカルだみたいなことアメリカで言ってますけど、僕はそれに対してもちゃんと間違えたぜというふうに申し上げております。アメリカさんはもう散々中国をね、安い生産拠点して30年間使い倒してきたわけですよ。でその間にこれで、もう懲りたからこっちだってのは、ね、ちょっと短絡的すぎないかっていうふうに私はちょっと思っております。ですからそれじゃなくて、大事なことはその、サプライチェーンをこう柔軟に動かすことなんですね。だからこれはですね、多分言いますとね、いやうちはローカルでやってるからっていうところありますよね。ですからものによって、例えばですよ、電子部品のようにですね、まあ、あの物のですね、付加価値が高くて量産効果が上がってで似姿がいいみたいなものは、これはですね、それぞれあの得意なところで、比較意義のあるところで作って、世界中にお互いに相互供給する、つまりグローバルサプライチェーンがいいというのが、まあ、基本形ですね。これが丸一です。しかしね、そうでないもんありますよね。自動車とか、おそらくエアコンとか、こういうものになりますとね、かさばるものが多いですから、これは、まあ、どっちかというと完結的なサプライチェーン、つまりローカルサプライチェーンでやるのが競争力ベストなんだというふうにおっしゃってる会社ありますよね。それで結構なわけです。だから大事なことは、ローカルかグローバルかどっちでもいいんですよ。それはどちらでもいいんだけども、この2つのどちらか、つまり競争力ベストなのを選びましょうと。そして、その災害時においては、平時がローカルだったらグローバルにさっと変えられる、平時がグローバルだったらローカルにさっと変えられる、この能力、これをつけることが大事だと思います。ということが、まあ、最後ちょっと申し上げておきたいのはですね、この、今じゃあそういうことで新興国とね、日本でどうな何が起こってるかですけども、新興国ではですね、感染症を契機にしてこのリモートコントロール化がどんどん進んできますね。でただしこれでできることはですね、かなりシンプルな製品をシンプルな流れでどんどん作っていくこと。これは例えば生徒の、シーメンスの工場、私見てますけど、これも本当にそういう工場です。まあ、リモートコントロール工場になっていくと思います。これをですね、日本が真似してもですね、これは勝てません。得意なものは得意なところに任せるということです。逆に日本が得意なのといえばこれなんですね。要するに、国内有料工場は編集編量生産でめんどくさいものを作ると。先生、そろそろ分かりました。じゃあ1分で終わります。はい、お願いいたします。国際競争力、災害復旧能力、代替生産能力、感染防止力ってありましたね。この辺が日本は強いわけでありますから、これらをですね、活用する形で、編集編量生産でめんどくさいものを作る、これをやります。そうするとこれから米中摩擦になりますとですね、さっき言ったモジュラー型製品でハイテク競争になります。米中はめんどくさいインテグラル製品はですね、これ日本に来るという可能性高いですね。ですから、日本はしっかりとですね、ちゃんと供給できる体制を取った上で、編集編量生産、毎日編流生産、これをやるためにはですね、例えばこんな、ものがですね、100インチモニターで工場の1階に見えている、2階でも見えている、3階でも見えている。中国ではおそらく2階しか見てません。これ1階、2階、3階全部で見ながらですね、30分後にどこにボトルネックが生ずるかを見て、それに対してですね、助け合いで、これも100メーター単位のですね、広域助け合いですね、これからは。でもって動かしていくという、今までの助け合いの力をさらにその、サイバーフィジカルシステムでこう強化していくという、つまりそういう形でサイバーフィジカルシステムなりを使っていく、デジタル化を使っていくという形で、今の人間力をですね、高めていくことによって、例えばこれまで 80% 稼働率で渋滞が起こっていた工場をですね、90% 稼働でも渋滞が起こらない、編集変量生産工場にしていくことができれば、これは多分誰もついてこないですね。そういう形で日本に1000万人の人間がですね、働いていくぐらいの製造業は十分確保できるというのが、
私の、まあ、若干、楽観的な見通しでございます。以上です。藤本先生どうもありがとうございました。それではですね、続いて基調講演ですが、ここで休憩を5分挟みたいと思います。では続きまして、基調講演の1といたしまして、清華大学教授、張福前先生の、自動車産業のケースと、中国自動車産業発展のトレンド予測というタイトルで基調講演をお願いいたします。それでは張先生、マイクをオンにされてお願いいたします。それでは日本の皆さん、こんにちは。私は清華大学の張福前です。今回のイベントの主催者李先生のお願いで、私は中国の自動車産業の発展について講演というか報告させていただきます。実際私は34年の前は中国から日本の広島大学に入って留学 の、生活始まったんで、日本はもう7年弱でですね、生活留学して、それで今はですね、私は清華大学の自動車発展の戦略の研究をしてます。大学の先生よりは私は実際のキャリアはメインは企業の仕事が長く20年近くがやってきましたんで、今日私の発表の内容というか題目はですね、新四化ですね、と中国自動車産業の未来。それは中国新四化というのは、要するにさっき李先生が随分発表されたんだけど、要するにケースというんですね。李先生はケースについて随分詳しく説明していただいたんで、私も勉強になりました。中国とケースというのはやっぱり新四化ですね。要するに新しい4つの化ですね。電動化、自動化、それでシェアリング化、そしてコネクトとかですね。そういう4つの面で、実際それは本当の大きな話題で、私はちょっとですね、要するに中国今何が起きてるか、生の声で皆さんには紹介させていただきます。それと同時に、私はこの変化の中でどういう動きか、どういうふうに読み取りか、私の自分の理解でも皆さんと紹介していただきます。実際はですね、中国ではですね、今要するにケースというのは電動化、自動化、それなりにコネクトですね、シェアリングは、これはその認識がかなり深いんで、それはやはりこれから自動車産業の発展方向、世界と変わらなくですね、みんな同じ認識を持ってます。その中ですね、中国は特にケースはですね、中国の自動車産業の発展では非常に大事とは思ってます。なぜならば、やっぱり中国の街はですね、非常に今交通が複雑で、混乱で、いろんな問題が生じてますんで、やっぱりケースというですね、信用化を使いながら、いかに都会のうまい発展ですね、できるだろうかということは、大きな解決手法は期待してます。それと同時ですね、中国はやっぱり経済発展に従ってエネルギーの不足がです、大きな問題、それと同時に環境の問題も大きいで、それ電動化が何らかの解決ができるだろうとは思ってます。それと同時に、今までは中国自動車産業は希望が11年目世界一番大きいんで、でも産業としてはまだ弱い。いかにケースを、発展のチャンスとしてうまく使って自動車産業の強めようという気持ちが強いと。それは中国はケースが大きく力入れてるという原因です。まずですね、電動化を見てみましょう。電動化ですね、今が市場が非常に状況がいいです。今年はですね、マーケットの新車のセールスは大体 5% ですね。もうすでに新N社が、そのシェアリングがなってます。でもですね、これはやはりもう25年前からですね、中国もすでに中国の自動車産業は努力 の、典型はやはり電動化にしようと。それは要するに中国5年ごとには、国計画は立ててる。これ第9番目の5年計画、要するに1996年始めて、今年になってもすでに25年目ですね。要するに電動化が頑張ろうということで。でもですね、その間、25年の間ですね、電池とかモーターとか、いろいろ電気制御に関連してですね、国もちろん企業もたくさんの投資をして、今の大きな産業基盤ですね、
出来上がってるところです。これからですね、要するに電気電動化の第、まあ、2.0 時代に入るというのは、私の読みはやっぱりいかにあの車電動化の基盤を強める、例えば充電設備とか、あるいはお客さんの体験とか、特にですね、あの新エネ車に対するその安全性ですね、いかに解決して、もっとですね、あの市場があの熟成しようという努力しています。それと同時に中国はやっぱり EV のもう一つの大きなポテンシャルをですね、やっぱりエネルギーの貯蔵がかなりあのポテンシャルがあるだろうと思いながら、これからは V2G の、まあ、あのいかにうまくですね、あの使って国の大きな電力供給ネットワーク以外で、ね、やっぱりあのマイクロの、あの電力供給はあの車の電動化と一緒に組み合わせてやろうという気持ちが今があの強まっているところです。あのいろいろ議論があるだろうと、やっぱりあの石炭を使ってあのできたあの電気はやっぱり汚いだろうと言いながら、やっぱり中国は基本的に考えた方はあの車の電動化の発展がやはりエネルギー の多様化と、まあ、一緒に合わせて、これからは、まあ、中国の再生可能エネルギーを、まあ、いかに早く発展させようと、そういう組み合わせる戦略が非常に、まあ、はっきりはしてます。あの現在のところは大体あのトータル あのエネルギー再生エネルギーはですね、エネルギー全体は大体あの 15% まあぐらいで、まあ、これからはどんどん伸びていこうというのはあのそれはもうはっきりしてます。特にあの中国ではすでにあのパリ あの要するにその行政でやっぱりあの二酸化炭素ですね、あのその排出はあの2030年はピークにする。ついこの間あの習近平さんは国連ではっきり、まあ、世界に約束したのは、要するに2060年はあの中国はあの要するにカーボンの排出はゼロにしようというのはもう世界に約束しています。その中で中国の自動車産業はすでにあの炭素の排出目標が作りました。それは要するに中国国はあの2030年はピック達成するということは、2年よりは先そのピックが達成しようという気もあの目標しています。それと同時にあのついこの間発表したあの新しい中国自動車産業ロードマップは、要するに2035年はあのトータルの排出、まあ、二酸化炭素の排出量があのピック2030年よりは 20%、まあ、低減するという決定はしています。電動化以外はやっぱりコネクティド、自動化、そしてシェアリングは、中国はあのその発展方針はあの車単車の要するに知能化よりは、やはり車はいかに街づくり、そして交通あと同時にエネルギーの配置と組み合わせながら、あの自動車の知能化を発展させようというのは、あの国としてあの産業としてはみんな同じあの考えた今は合意してます。要するに、まあ、4S というあの方針がすでに中国で産業の中では盛んになってます。 4S というのはやっぱり要するにスマートウェイコ、要するに車の知能化とスマートシリー、やっぱ街の知能化、そしてスマートあの ST、 スマートトランスポーテーション、要するに交通 あの知能化と同時にあのスマートエネルギー SE、 要するにエネルギーの新しいエネルギー、例えば充電設備とか水素 あの供給は全部やっぱり一緒にあの知能化にしようというのはあの国の方針。それによってやっぱり人間の流れ、物の流れ、そしてエネルギー流れは、そうですね、情報の流れと一緒に組み合わせながら、あのこれからはあの車の知能、あの知能が発展するという方向が非常に強い。要するにただ単に車がたくさんのセンサーを乗せて車があのスマート化しようというのは中国では認められません。なぜならば、やっぱああいう車が高すぎて、いかにあのそういう価値が生かせないというのはみんな認識してます。やっぱ中国ではあの日本の皆さんでも車、賢い車を売ろうとしたら、やっぱり環境の知能化と組み合わせながら、やっぱ共用の知能の能力は全部街にあの要するにあ能力を作って、そして車が単車はやっぱりできるだけ安くで
賢くするというのは業界のみんなの同じ認識が持ってます。それでこれによってですね、要するに新四課ですね、要するにケースについては中国政府はやっぱりはっきり分かってるのは、やっぱり企業だけではいくら頑張ってもできないことが大きいんで、やはり国としてはインフラとか基準とか戦略発展の方向性はやっぱりはっきりしないと、いかには業界で企業では動きにくいだろうと思いながら、車の、信用化に関係する各部署、特に発展改革委員会、更新情報化部、交通部、そして科学技術部、それなり道路の安全を責任を持っている公安部もみんなを力を組み合わせながら、個人 の, 部門が持っている責任を、大きく要するに方針を取って、たくさんのですね、政策あるいは書類を過去5年の間発表しました。これはやはりケースは中国いかに早く発展できるというのは大きな役割を果たしました。具体的に見るとですね、特に最近は注目されてされているのはやっぱり中国自動車技術界をリードして、業界で1000人以上の専門家をですね、1年をかけて、やっぱりこれからの中国自動車産業はですね、15年の間はどうやって発展していくか、要するに省エネ、新エネ、技術ロードマップは 2.0 ですね、発表しました。それがですね、4年前ですね、1.0 の発表して、過去の 4年の間ですね、中国の自動車産業は新四化について随分進んでいましたから、だからその中ですね、たくさんの情報ですね入ってますんで、私はですね、やはり皆さんに興味強いところですね、少し紹介しましょう。まずですね、その中で要するにこれからの自動車産業は電動化と知能化が発展はもう疑問なく国の方針、重要な2つです。それがはっきりしてます。それと同時にですね、やはりこれからの15年の間ですね、市場がどういうふうに動いてるか、要するに販売台数ですね、これは皆さん随分興味は強く持ってます。今のところですね、やっぱり2025年はですね、皆さんの予測は大体3200万台は一応目標はしてます。2030年は3800万台、それで2035年は4000万台、2030年の目標はですね、5年前発表したその4年前です、発表したロードマップと全然変わらずに、本当は調整されたのは2025年、これは要するに最近の要するに景気の関係で少しですね弱まったということです。その中ですね、新エネ車の販売台数の割合はですね、2025年はですねはっきり書かれているのは要するに 20%、 その20%の中ではですね、バッテリー付きの EV は 90%、 PHEV と REV は大体ですね 10% ですね、そういう今が認めです。そして2030年はまだ 40% はその前の計画の通りに変わってません。それで2035年ははっきり書かれているのは、要するに4000万台の中ですね、50% は要するに電動化、要するに新エネ車ですね。これは協会は今その目標がかなりみんなは要するに認めてられています。それと同時にですね、新エネ車と普通の内燃機関付き の, 車がですね、両方含めてトータルの燃費はですね、今業界で認めている数字は、要するに発表されているのは2025年はですね、燃費は100キロはですね 4.6 リーター、これはですね 1.0 の, ロードマップはですね4リーター、この差がですねどこに出てるかは、4リーター の, 標準は要するに NDEC で求めて作れてるから、今の 4.6 リーターは WLTC、 これはかなり複雑厳しいサイクルで、だから燃費はですね数字で高くなっている。本当は要するに NEDC の同じような複雑要するに厳しさですね。それと同時に2030年はですね 3.2 リーター、これは WLTC で
もともとも 3.2L だけども、あれは NEDC サイクルで。だから 3.2L はかなり2030年は皆さんにとっては非常に厳しいということです。2035年はもう初めてですね、中国政府は要するに業界で発表された数字はもう要するに2L。これはもうトータル のカフェですから、要するに NEV も含めて、そして普通の内燃機関ではかなり難しいですね。相当 EV の割合がないと、2035年はこういう2リッターの燃費は非常に、まあ、不可能という、まあ、ことも現実になっています。そういう意味では中国政府はかなり要するに新エネ車に力を入れています。それと同時に今回はですね、初めてですね、要するに商用車、トラックですね、バスの燃費も提案しました。この数字は時間の関係でしょう、詳細は読まないから。ICV ですね。要するに車の知能化についてもはっきり書かれているのは、要するに2025年ですね、5年の後は CV と X ですね、要するに車がコネクティドできるような車が、要するに 50% は、まあ、新車でその目標は作ってます。結構厳しいです。それと同時に PA ですね、CA、要するに部分的条件付きの自動運転は、50%。 2030年は主に皆さん注目を されてほしいのはやっぱりハイレベルの自動運転は要するに 20% までが、まあ、なってほしいという予測があるので、その中ですね、部分的な要するに自動運転ですね、 PA と CA は大体7割ぐらいはいけそうです。これはですね、要するに皆さんが見て分かっていただけるのは、やっぱ中国自動車産業はこれから自動車産業のケースが、そのモデルチェンジはものすごく、まあ、命かけてるというか、やはりそれ力が精いっぱいで頑張ってるというのは、まあ、事実です。それは中国で市場がもしシェアが取ろうと思ったら、その面に応じて技術消費の準備しないとなかなか難しいだろうというのは私の予測です。それではですね、やはり自動車の電動化なりコネクティド化、そして自動化にしても、やはりインフラが非常に大事で、これはインフラがなかなか企業でも、いくら大きな企業でもできないだろうと、それは政府が分かってます。だから、最近ですね、複数の部門ですね、まあ、共同で いろいろのですね、文書ですね、政策を発表しました。これは新型インフラ建設、特に今回のコロナ後ですね、やっぱり充電設備なり、そして知能化のできるような通信インフラの問題解決するためには、もうかなりの要するに新型インフラ建設の投資は政府としては、まあ、精いっぱいでやろうというのは中央政府にしても地方政府でも、まあ、みんな精いっぱいです。その中ですね、私は、まあ、皆さんに注目してほしいというのは、まずですね、車の電動化のインフラが現状はどんな感じかというのは、今中国では全国にわたってですね、大体500万台の保有量が、その中ですね、142万本のですね、充電のポールが今できてる。大体ですね、車とポールの、まあ、数値比が、まあ、3.1 対1という感じですね。まだまだ個人のユーザーの自分が使えるような充電設備がまだできてません。それではですね、要するに2035年ですね、まあ、これから10年、15年をかけて、要するにロースピード、低速充電ポールが、目標は就是1.5 億ポールが作るというのは、政府がもう計画が今作って準備しているところです。その時にはですね、もう要するに EV とポール の数値比が、まあ、1対1ですね。第1台の車が1本の低速充電ポールができるというのはですね、計画として立ててます。それはやはりこれから の EV はやっぱ個人が使えるような努力はもうはっきりはしてます。それですね、通信インフラが見ていただくと、現状ですね、大きな町、高速道路のあたりは大体 LTEV はですね、まあ、9割ぐらいは達してます。それはですね、2025年はですね、大体5G の V はですね、今のところは要するに標準と規制の設定は一応完了するつもりです。これから、まあ、5年をかけて
標準は全部終わらせると。それと同時に今皆さんは非常に関心持てるのは、要するに 5G はですね、 5G はですね、 5G はどういう準備の状況かというのは、私が今集められる数字は、大体中国全体はですね、5G のもうすでに50万箇所ですね、今もう作ってる。まあメインは大きな町ですね、北京、上海とか大きな町。それと同時にですね、要するに端末の接続できるような 5G の設備は大体1億もすでに超えてる。要するに ISU ですね、要するにロードサイドユニットはもうそこまで超えてますというのは数字ですね。一応目標はですね、2025年あたりは大体 5G で、まあ、新車がの知能化が徐々と使えるようにもありそうというのは、まあ、今各社そして地方、まあ、国はですね協力しながら今やってるはところです。 それは要するにインフラについての現状ですね。それではですね、さっきが私もすでに紹介したように、中国の知能化の発展の戦略をですね、アメリカそれなり日本よりもかなり大きな違うというのは、やっぱりアメリカとかやっぱり単車の知能化ですね、まあ、中心で企業で一生懸命頑張ろうと、政府がですね、要するに、まあ、支えるという意欲があるんだけど、なかなかそれなりのインフラについての投資が中国にはよりに比べたらそれほどがない。でも中国政府はやはりその車のスマートか、要するに知能化するためにはやっぱり国町の知能化がの建設と一緒に合わせてやろうというのは、まあ、各町が大きな意欲があるというのは現状です。私が見てる数字は、中国の、まあ、大型の町でですね、まあ、500超えてる町、都会ですね、みんなはですね、はっきりしてる新型スマートシティの建設の発表目標はすでに発表してます。それが町自分の、まあ、特徴、地域の能力、そしていろいろな の、まあ、交通の現状を合わせながら、要するに自分の町の特性のできる車の運営を考えながら、新型都会、要するにスマートシティの計画は今はもう進んでいるというのは現状です。だから中国ではやはり車の知能化やろうと思ったら、町の知能化と組み合わせて一緒にやらないと、単車の知能化が中国ではまずまずが高いんで売りにくいんで、それと同時にいかにスマートシティの建設と合わせてやらないと、道路の、まあ、数値化、あるいは街の、まあ、数値化と組み合わせてやらないと、なかなか外との通信がしにくくなるというのは、車が最終的にも売れなくなるの可能性が非常に大きいんで、だから各街ですね、自分の街の特徴のあるデジタル化、情報化、コネクティド化、自動化の観点から、街全体の今配置が大きく変わっている。特にコロナの後で、要するに新季節設備の投資はですね、これは大きな重点です。例えばインフラの改造、デジタル化の建設、街の管理のプラットフォームの、まあ、管理、まあ、ビッグデータの管理、それと同時に町の安全設備システム、それと同時に他にもですね、人なりエネルギーなりの、まあ、インフラの整備も同時にスマートシティの一つの、まあ、重要な部分で考えてます。具体的に言うとですね、今中国でスマートカートをですね、スマートシティでいかにうまくですね融合して代表的にできている町をですね、いくつか挙げられる。その中一つはですね、要するに雄安新区ですね。皆さんご存知のように、河北省の中にある雄安新区ですね。これは政府と百度と北京自動車はかなり大きなデモが今やってます。それと同時に、無車区ですね、の政府、ファーウェイとアウディはですね、ものすごくこの辺のスマートカーとスマートシティの組み合わせで、今デモがですね
やってます。それ別にオーディだけやってはいけない、そういう理由ではない。他のどのメーカーでもそこで現地化でやろうとしたら懸念されてるとはと思います。それと同時に湖南省のですね調査はですね、調査は政府、百度、第一自動車も手を組んで大きなデモプロジェクト、まあ、ロボットタクシーのような運営モデルは今もやってます。上海はもちろん政府、ファーウェイ、そしてチャイナモボ、上海自動車も組んでその辺でうまく進んでます。それが私は言いたいというのは、中国では車の知能化やろうとしたら、電動カーと血が出て、やはり街づくりと道路、交通状況、特に通信のインフラと一緒に組んでやらないと、なかなか車の知能化ですね、もう安くてどこでも使えるような車がやっぱり作りにくいんで、そういう意味ではですね、皆さんが、日本の皆さん、特に各メーカーですね、やっぱり日本でこうやってるから中国ではあれはおかしいと、それは思ったらなかなか車の商品化がですねやりにくいんで、それが私は企業で20年弱働いてるからその辺よく分かってます。だから国の規制が設備とか油の質とか、特に知能化になるとやはり車だけの知能化が知能化にならないんで、やっぱり街と車の知能化が共同で一緒に発展していかないと、なかなか安くて賢い車ができないというのは、まあ、現状です。中国はすでに要するに車と道路、街がですね、共同、まあ、知能化というのは業界ではみんなはっきりしてます。それはもう議論なくそうしなければなかなか賢い車が作れないので、作っても売れないというのは、まあ、現状です。最後になりますが、まあ、一応まとめてみるとですね、中国ですね、信用化、要するにケースはもう要するにもう目指してですね、どういうふうに発展していくかですね、私から見るとですね、これはやはり中国だけじゃなくて、ケースを目指してこれから自動車産業をですね、動いていこうと思ったらですね、車産業だけの仕事、まあ、じゃなくて、やはりですね、産業の業界ですね、それが曖昧なところがありますんで、やっぱり自動車産業だけでできることではなくて、例えばですね、IT とか ICT の業界の努力が自動車の知能化に非常に大事で、それと同時ですね、たくさんの仕事をですね、政府がやらないとなかなかいろいろなことできないんで、なぜならばやっぱりインフラがですね、いくらでっかい企業でもできるはずがないんで、やっぱりインフラがやっぱり30年50年見とかないと、そういう投資が車直接に全部価格に入れると、まあ、売れなくなるということです。それと同時ですね、やはりこれからの車ですね、ただ単出かけだけではなくて、やはりモビリティですから、やっぱり人の流れ、物の流れ、エネルギーの流れ、情報の流れ、一緒に組んでやろう。だから多くの産業、まあ用語の発展は大事で、その中ではですね、中国ではその辺は、まあ、認識というか、あるいはみんなはやっぱそれがチャンスだろうと思っているのは非常に強く見える。その中特に自動車、自動化とコネクテッドの発展はですね、例えばたくさんの IT、ICT の会社ですね、もう今が自動車とモビリティの業界に今進出してます。その中よくしてるのは、まあ、バイドゥとかアリババとかテンセント、ファーウェイも皆さんご存知のように、彼らの影響でも業界ではですね、やはりソフトで車の、まあ、これからの魅力が定義されるだろうというのはもう非常に盛んに議論されています。一つ、もう一つやっぱりシェアリング に、まあ、に関してはですね、やはり OEM はこれはディディとかウーバーのような、彼らのような会社だけじゃなくて、たくさんの OEM でもモビリティ の、 事業には、まあ、転換されています。例えばギリでも自分でシェアリングの会社も作っています。上海自動車なり北京自動車も作っています。中国では第一自動車、東風自動車、長安、その3つですね、国有の企業はもう T3 ですね、 T3 というような、まあ、合弁会社ですね、そのオンライン配車、そしてタイムシェアリングの、まあ、モビリティも、まあ、やってます。
それと同時ですね、モビリティの企業でも、まあ、認識しているのは自分だけでですね、モビリティやってもなかなか OEM の協力を、まあ、もらえないだろうと思いながら、最近はディディでもですね、ような会社は各 OEM と一緒に手を組んで、要するにタイムシェアリングもやりつつあるというのは、まあ、現状です。再度だけども、まあ、あの時間の関係で 電動化に関連してはですね、やはり今までですね、随分疑問されている、あるいは疑われている、まあ、要するに新勢力が EV が作れるか作れないか、最近は彼らはですね、随分いい商品を出して、例えば EV のセールスですね、未来の、まあ、NIO のような会社ですね、月はですね、例えばもう5000台ぐらいは今売ってます。これは5000台は今まで中国の自主ブランド、長安とか、ギリと血が出て、彼は単車の平均価格はですね、40万元ですよ。これは相当の、まあ、公共の車として売れてる。それは中国自主ブランドで、そこぐらい、そのぐらいの値段で、そのぐらいの量で売れるのは、やっぱり普通の人々がお金を使って、やっぱり受けられているということは、まあ、現状です。特に最近の EV のセールスを見れば、2B よりは今まで 2C 側の割合かなり上がっています。皆さんが結構自主ブランドの高い EV がみんな買って、まあ、くれてます。まあ、最後だけども、やっぱり国でも業界でも認識しているのは、バッテリーに関してはですね、やはり車作って売るだけじゃなくて、やっぱりバッテリーのエコシステム、やっぱりバッテリー設計から作って使っていかに回収して再利用するのは、まあ、それに関連する、まあ、ビジネスモデルなり、いろいろの、まあ、賢い、まあ、運営とかも政府も随分考えている。例えばバッテリーの交換とか、いろいろのビジネスモデルが皆さんには確かめられているというのは、まあ、現状です。まあ、30分、まあ、長いと言っても、まあ、短いんで、こんな大きな産業で、大きな市場で、私の下手な日本語で、まあ、一応皆さんに紹介して、日本の皆さんも頑張って、中国は別にどれに行ってもやっぱ大きな市場で、私も2025年は3000万台超えてる市場が間違いなく、まあ、皆さんも頑張ってください。私の発表は以上です。ありがとうございました。張先生、どうもありがとうございました。続きまして、早稲田大学名誉教授、大将康弘先生より、自動車の電動化に関する将来展望、ケース時代に向けてというタイトルでご講演いただきます。大将先生、マイクをオンにされてよろしくお願いいたします。どうも、このような立派な学会にお呼びいただきましてありがとうございます。また中国の、皆様といろんな情報交換ができて大変有益な機会をいただきまして感謝しております。これまで の三先生のお話の中では、ケースあるいは製造産業論的な面を中心にお話しいただいておりまして、そこの部分に関してまた私繰り返し申し上げることもないというふうに思っておりまして、特にこのケースの中の E ですね、最後のエレクトリフィケーションと言ってますけど、電動化に関する将来展望について私なりの考え方を含めて説明させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。私どもモビリティというふうに言っておりますけれども、物を運んだり、自ら移動したりすることを包括的に言ってるわけですけれども、まあ、環境、エネルギー、それから交通渋滞ですとか事故、それから日本は非常に自然災害が多い国ですけれども、まあ、そういった中でそれをどういうふうにして、モビリティの確保を図るかということはもう永遠の課題だというふうに考えております。まあ、そこへコロナ禍が、今発生しております。それから車は今100年に一度の変革期を迎えているというふうな見方もあります。さて私どもですね、自動車技術会という5万人を超える学会がありまして、そこでここ数年来ですね、将来の車、とりわけ2050年を目指して車はどうなるんだということを技術的な観点、それから社会経済的な面も含めていろいろ議論してきました。でその、成果をですね、2050年自動車はこうなるという、タイトルで、公表しております。
その一端をご紹介したいと思うんですけれども、まずですね、これまで車っていうのはもちろん石油を使ってきたわけです。まあ、エンジンにとっては、石油というのは最適な燃料であります。これ液体燃料であるということと、非常にエネルギー密度が高いという、そういう利点をうまく活用してやってきたわけです。これ100年以上経つわけですけれども、ですからその石油がなくなってくる、あるいは環境政策上、エネルギー政策上、使えないという状況が発生したときにはどうなるかというと、その石油に代わるですね、代替燃料を、探さなければいけないということになりまして、それはバイオ燃料ですとか天然ガス、あるいは、合成燃料ですね、最近 E ガスですとか E フュエル、水素、その水素の、キャリアとしてのアンモニアが注目されたりしております。しかし、これらの代替燃料のですね、供給というのは限定的になるだろうというふうに考えておりまして、そうなると、やはりそれに代わって電気自動車、とりわけバッテリーで、動く BEV というふうに言っておりますけれども、これが、それに代わって、ある程度普及するんであろうと。ただし、バッテリーの性能はですね、なかなか改善と一朝一夕にはしないだろうというふうに我々考えておりまして、まあ、中距離から短距離程度の走行に向いているだろうと。で、そうしますと、やはりハイブリッドっていうのはですね、充電の必要がないということと、まあ、エンジンの特徴も生かせるということで、今、日本ではかなり普及が進んでおりますけれども、それと EV の良さを組み合わせた、PHEV ですね、これがかなり、ハイブリッド、あるいは従来のエンジン車、それと本格的な EV、あるいは遠い将来、燃料電池自動車、こういったもののですね、をつなぐ架け橋になるのではないかなというふうに我々考えておりまして、その期間もかなり長期にわたるのではないかなと、まあ、車の買い替えサイクルを考えましても、そういう状況が生まれるのではないかなと思います。ただ、こういう PHEV ですとか EV ですとか、あるいは燃料電池自動車を総動員しましてもですね、まあ、先般、菅首相が、提案されましたけれども、2050年で、CO2 を実質ゼロにするというところまでは届きません。まあ、そうしますと、やはり、エネルギー消費の少ないモビリティ社会を構築していかなくてはいけないんではないかなということを、我々結論づけております。まあ、モビリティイノベーションというふうに総括的には言っておりますけれども、まあ、そういった技術を、生み出していく必要があるなと思っています。ですからこれをまとめますとですね、今日のお話の順序とも、に従いましてお話したいのは、従来のエンジン車がどこまで行くんだという話、それからそれに代わって新しい動力やエネルギーを使った車の登場、これの将来がどうなるんだということ、それから最後のこの、自動車のスマートな利用のあり方ということですけれども、これはもう李先生と、それから、張先生がお話になりましたので、ここは簡略にしたいというふうに思っております。さて、我が国がパリ協定の対応として、打ち出しているこの CO2 の削減の目標なんですけれども、2030年度にはですね、2013年比でこのように運輸部門では、28% ぐらいの、削減を目標にしておりますけれども、実は家庭ですとか業務その他ですね、これに関しては 40% 以上の CO2 の削減を図らなくてはいけません。私はこちらの方が非常に心配であります。運輸の方の 28% はこれは達成できるんではないかなというふうに、予想しております。さて、じゃあ運輸部門日本ではどうなっているかといいますと、全体のですね、18% 弱です。で、そのうちの9割近くが、自動車で占められているということ、それから注目すべきはですね、乗用車とそれから貨物車の割合がですね、大体3対2ぐらいなんですね。ですから我々乗用車に注目しがちですけども、物流を支えている貨物車の、将来の CO2 削減、これも非常に重要な課題だというふうに思っております。さて、これが代表的なガソリン
エンジンの排出ガス対策の例ですけれども、ここ20年ぐらいでしょうか、本当にガソリン車が乗用車用のエンジンとして主流を成してきて、非常に排ガスもクリーンになってきています。三原触媒という、まあ、技術を使う、それから燃料噴射の制御、そういったものがですね、総合的にうまく組み合わされて、このような、超排出ガス、低排出ガス特性を達成しておりますけれども、今後燃費を改善していくためには、この触媒をですね、三原触媒から、希薄燃焼輪盤タイプのものに変えていく必要があるだろうと思っています。それから燃費の改善も非常に重要な課題であり続けると思います。さて、これは私どもの、研究室で、ディーゼル燃焼を可視化したものですけれども、非常に不均一な燃焼を、エンジンの中で、起こしますので、ノックスと粒子状物質が同時に出てしまうということから非常に対策が難しいと。燃費はいいけれども対策が難しかったということもありまして、これは例えば、5年近く前に起こりましたフォルクスワーゲンのディーゼル乗用車の不正問題、これを生む要因になっているというふうに思っております。非常に残念なことだと思いますけれども、そういった対策、このような複雑な対策が必要であると。排ガス規制に対してもですね、今後もより一段と厳しい規制が施行されてくることになります。それに対する技術としても、このような後処理技術も含めた対策が必要になってきております。それから、まあ、フォルクスワーゲンの問題もありますけれども、リアルワールドでの、つまり実際の道路を走った時の排ガスの特性を改善していくと、まあ、そういったための規制も今後厳しく施行されることになります。さて、このような状況にあってですね、実は私どもエンジンの燃費がどこまで改善できるかということをですね、やはり究極的に極めておく必要があるだろうという認識がありまして、内閣府、それから科学技術振興機構の支援をいただきまして、2014年度から2018年度にわたって総額100億円という大きな予算、研究予算をいただいて、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン、乗用車のエンジンが対象ですけれども、これがどこまでいくかということを企業と連携を取りながら進めてまいりまして、そこで成果を得ることができました。従来 40% 前後だったエンジンの効率をですね、 50% に引き上げると、こうなりますと将来のハイブリッドですとかプラグインハイブリッドのエンジン用としてもですね、活用できるというエンジン技術です。まあ、いろんな燃焼技術を使いましてですね、このように 50% を超える値を達成することができたということであります。これをですね、企業の皆さんにも成果として使っていただいて、実用化に結びつけるということを今後進めていただきたいと思っております。まあ、こんなことでエンジンは 50% ぐらいまでいくのは、これが究極の到達点でありまして、トラックやバスなどで使われる重量車については、まあ、55% ぐらいがその到達点ではないかなというふうに考えております。これが2030年度あるいは2025年度を目指した燃費基準ですけれども、一見してお分かりのように、乗用車左の方がですね、今後さらに、燃費の改善の幅が大きいということが分かります。重量車の方はですね、ディーゼルエンジンを使っておりますけれども、もともとこれは燃費がいいということもありまして、このような改善指標になっております。ここで注目していただきたいのはですね、この2030年度の燃費を決めるときにウェルトゥウィール低評価したということです。つまりガソリンを補正造原油から作って、それを運んで、それを車で使って車輪で消費する、まあ、そこまでのトータルの燃費をですね、評価したということなんですね。ここが非常に日本としては、世界をリードする点ではないかなというふうに思っております。さて、このようなエンジン技術、それから今後電動化に向かうわけですけれども、まあ、エンジンの技術を磨いて効率化することで、それはハイブリッドで使うということになりますので、そうすると電動化技術、それから
どうしても重量が重たくなりますので、軽量化の技術、こういったものも非常に重要な課題になってくるというふうに思っております。これが各国の将来の燃費基準の、規制ですけれども、このようにもう各国ともですね、2030年を目指して非常に強化されつつあるということがお分かりいただけるかと思います。先ほど、張先生の方から2035年に、リッター、100キロあたり4リッターということですから、失礼しました、2リッターパー100キロですね、50キロメーターパーリッターという非常に大きな、目標が示されましたけれども、これはやはりハイブリッド化なり EV を含めて企業平均として狙わなければいけない数値だというふうに思っております。これが次世代自動車の特徴を比較したものですけれども、例えば燃料電池自動車ですと、やはりコストがまだまだ高いということ、それから燃料電池自動車ではですね、充電に時間がかかるということですね。これバッテリーの性能が上がってですね、容量が増えましても充電に時間がかかるというネックはですね、この電気自動車の非常に大きなマイナス面だというふうに思います。まあ、ただし電源を低炭素化できればですね、非常に CO2 の面で有利であるということは言えると思います。まあ、そんなことでこういった特徴をうまく活かしながらですね、転換を図っていくということが必要ではないかなと。まあ、先ほど張先生のお話もありましたけれども、インフラの整備、それからまあ電源の低炭素化、まあ、こういったことが非常に重要な課題になってくるということは申し上げるまでもありません。さて、これはですね、一番新しいグローバル EV アウトルック2020ですけれども、国際エネルギー機関が発表しておりますが、保有で720万台2019年に達成しておりまして、その中を見ますと、だいたいプラグインハイブリッドとですね、電気自動車 BEV ですね、これの比率が1対2であります。まあ、今もちろん市場を牽引しているのは中国ですけれども、 EU それからアメリカでもですね、今後この割合が増えていくだろうということは持つまでもありません。先ほどニオという中国のテスラというふうにも言われておりますけれども、新興企業も登場してきておりまして、この市場がどんどん伸びていくだろうというふうに考えております。これはですね、最近ICCT という、私もこのメンバーなんですけれども、国際交通研究機関で非利益団の国際団体なんですけれども、そこがまとめておりますけれども、各国の政府がですね、エンジン車の新車販売停止をどういうふうに進めようとしているかということを、このような地図でまとめたものですが、ご覧のように2030年から2040年にかけてですね、もうエンジン車は作ってはいけない、販売してはいけないというような状況になってくるというふうに思います。ですから、純粋なバッテリー EV かですね、プラグインハイブリッド、ハイブリッド、そういったものに転換していくんだろうというふうに思います。中国でも先ほど先生のお話にあった計画が進んでいるという通りであります。そこでですね、問題はバッテリーの技術がどういうふうに進展していくかということでありまして、ここに各国の目標とするバッテリーの種類、それから PHEV や EV で使われるバッテリーの性能、それからコストを目標として整理したものです。このようにですね、現状のバッテリーから半分ぐらいの重量にするということがですね、2030年を超えた目標ではないかなというふうにも思いますし、このバッテリーのパッケージとしてもですね、こういうコストダウンをですね、劇的に進める必要があるだろうと思います。まあ、このコストダウンに関してはもう中国がですね、圧倒的にリードしていく可能性があるというふうに考えております。まあ、それから PHEV の場合には航続距離は60キロ前後ですけれども、まあ、これで通常のですね、1日乗る用途には
対応できるのかなと思っております。まあ、バッテリー EV のですね、を嫌う研究者はですね、そんな余計な重たいものをですね、たくさん乗せて、あの日常はそれほど使わないのに、その重量の増加分だけは無駄だということをあの唱えている、研究者もいます。そこでですね、現在のガソリン、ディーゼル車、それから販売されておりますこういう次世代車の、バッテリーとか、あるいは燃費、重量を比較してみますと、やはりどうしても現状のガソリン車に比べて重たくなるということがあります。それからバッテリーの積み方もですね、ハイブリッドですとバッテリー車の、数十分の1で済むぐらいの容量で、済みます。まあ、プラグインハイブリッド車もしっかりですけれども、まあ、こういったことを比較しながらですね、戦略的に、どれが最適なのか、またシフトをどういうふうに進めていったらいいかということを考えていくべきだと思います。で、あの私が申し上げたいことは、バッテリーを急激な普及を目指すとですね、バッテリーに使われるコバルトですとかニッケル、それからモーターとして使われますネオジムですね、こういったものが急激な需要増加をもたらしまして、コストを引き上げてしまうというようなことが起こるということを懸念しております。これがインフラですけれども、まあ、まだまだ足りませんけれども、充電スタンドはですね、ガソリンスタンドの箇所を超えました。もちろん急速充電の、箇所は、まあ、8000箇所弱だと思いますけれども、これからどんどん増やしていく必要もあるだろうと思います。それからこれがですね、電気自動車の中でもトラックですね、商用車、もうこれから、どんどん、導入して、いかなければいけないと思っておりまして、これが乗用車に比べて遅れております、はっきり言いまして。日本でも今後、こういった乗用車向けの、まあ、近距離の、輸送が中心になりますけれども、入れていく必要があるだろうと。これでちょっと興味深いのは、ストリートスクーターっていうのがドイツ製ですけれども、これがですね、ヤマト、大阪さんの方に数百台レベルで納入されるというふうにも伺っております。それからアマゾンも独自にですね、こういった、配達用の車を開発しております。こういったものも必要になってくるだろうと思います。さて、日本はですね、電源、これまで原子力が中心でやってきましたけれども、原発の事故以来、これが大幅に、減少しておりますけれども、2030年のパリ協定に適合するための電源構成がこういうふうな目標として掲げられております。まあ、原発の再稼働が難しい状況ですので、それをやはり再エネですね、ここの部分で補わなくてはいけないということであります。まだまだ不十分だと思っておりますし、これを伸ばしていく必要があると。それいわんや2050年にはですね、再エネの比率をさらに飛躍的に高めていかなければならないというふうに考えております。これが燃料電池のに関連するロードマップですけれども、ちょっと時間がありませんので簡単にご紹介しておきますけれども、まだまだコストは高いということで、水素のサプライチェーンをですね、構築していかなければならない。それに合わせてコストを究極的に下げていかなければならないということです。キロワットアワーあたりでですね、8.7 円ぐらいまで下げなければいけないということになりますと、非常に大きな、障害があるというふうにも考えております。まあ、それからもう一つはですね、水素の製造から貯蔵、輸送、利用、そういった一貫したやっぱりチェーンを構築しなきゃいけないということと、どうしてもこの水素の確保にはですね、日本国内だけの再エネだけでは賄いきれませんので、外から導入するという戦略的なエネルギー政策も必要になってくるということになります。まあ、2030年で80万台ということを目標にしておりますけれども、これが達成できるかどうかは非常に課題が多いなと思っております。インフラとしてもですね、ステーションを900箇所ということでありますけれども、現在、1つのステーションで4億円ぐらいかかりますので、これを半減させなければいけないというようなことがあります。
まあ、大体あの4億円って言いますとですね、急速充電ステーションの約100倍ぐらい近いコストがかかってしまうというようなことがありますので、今後の低コスト化が非常に重要な課題だというふうに思っております。トヨタ自動車ではですね、これ宣伝になってしまうんですけれども、まあ、あのこういう乗用車だけじゃなくてトラックやフォークリフト、バスですね、こういったものにも展開していかなければならないと。それから、幅広いメーカーの参入もですね、ないとあの世界の全体のマーケットが広がっていかないということがあります。またこういうトラック、それから鉄道車両にも展開を試みております。それからもう一つは、最近のニュースではですね、中国の、5社と提携しまして、商用車を中心に燃料電池システムの研究開発を一緒にやっていこうということで、北京に、会社が設置されることに決まっております。まあ、トヨタ自動車もそういったあのお互いのですね、戦略を共有しながら、やっていこうという姿勢が伺えると。で、今日お話したい中で非常に重要な、これはあのグラフなんですけれども、これもあの IEA が発表しておりますけれども、トータルで見た時 の、 あの我々ライフサイクルアセスメントと言っておりますけれども、車を製造するその原料に遡ってですね、そこからそれが使われて、エネルギーを消費し、それから廃棄される、あるいはリサイクルされるまでのトータルの CO2 の排出量をですね、比較したものなんですが、もちろんエンジン車が一番多いわけですけれども、このバッテリー車とかですね、燃料電池自動車を見ますと、やはり製造段階でかなり CO2 が出るということが分かっています。これはあのこの一番下の部分ですけれども、それからバッテリーの場合にはこのグリーンなんですけれども、これ200キロぐらい一充電で走ることを目指しておりますけれども、それに対してまた200キロぐらい航続距離を伸ばそうとしますと、これだけ CO2 が増えてしまうということで、やはりバッテリーのリユースですね、リサイクル、こういったものを含めて考えて戦略的に取り組まなければならないと思います。それからこのオレンジ色の部分ですけれども、この部分はですね、あの電気の発電の部分ですから、これを大幅に下げて再エネを活用すれば、さらに CO2 の低減につながるということが分かります。まあ、電力と水素、実はこれはですね、インターチェンジャブルな関係にありまして、電力から水素を作ることもできますし、水素から電気も作ることができるということで、まあ、我々のエネルギー政策としてはですね、水素を、貯蔵に向いているとかですね、あるいはタンクに充填するときにもですね、充電よりもはるかに速いスピードで充電できるというような、そういう利便性も考慮する必要があるというふうに思っています。はい、これはあの将来の燃費の改善の幅ですけれども、2050年にはリッター50キロぐらい走る車を作らなければならない。それでもまだ間に合わないということが現状でありますので、これはあの省略させていただきますけれども、ケースが重要だということ。それから、スマートな街づくりですね。これともやはり組み合わせていかなければならないということがわかります。まあ、いろんなマースも含めてですね、利用のあり方を我々模索しながら、生活に、ちゃんと対応したものを使いこなしていく、まあ、そういうことも問われているというふうに思っています。これが日本におけるマースの概略と将来像ですけれども、これもあの重複しますので、省略させていただきたいと思います。まあ、そこで私どもですね、やはり技術立国ということと国際貢献、あるいは国際協力という観点からも、このようなモビリティイノベーションのですね、実現に向けて、取り組んでいかなければならないと思っております。ご清聴ありがとうございました。これで私のお話を終わらせていただきます。失礼いたします。大将先生どうもありがとうございました。じゃあ先生方、
ビデオのね、顔を出していただきたいと思います。あと、ミュートも解除していただきたいと思います。今ちょうど3時ですので、Q&A 含めてですね、我々も持ち時間は、約1時間ということで、これまでご案内したように、一人のご発言をですね、できれば3分以内で、1回あたりね、またぐるぐる回ってきますので、ご協力いただければと思います。で、まず私から先にですね、パネルディスカッションのディスカッションポイントをいくつか用意しましたので、まずそれを共有させていただきます。これ見えますでしょうか。で、これに縛られることはありませんが、いくつかですね、先生方の講演資料を見ながらですね、多少感じたこと、おそらく日本と中国の違いとかですね、あるいはお互いにどう見てるのか、また気になるのはですね、なぜ中国は電気自動車のかなのか、中国だけじゃなくてですね、ドイツ含めて電気自動車にかなりね、軸足を今置き始めてると。そのあたり疑問に思ったこと、また4番目のですね、アメリカも大統領選挙がほぼ終わってですね、またバイデンもパリ協定復帰とかですね、米中対立、米中貿易摩擦と日米貿易摩擦、多分ですね、もし話が拡散するようでしたら、1、2、3あたりで、また先生方が何かご関心のテーマあれば、またそのあたり中心にね、ディスカッションを深めていければと思います。で、先ほど大将先生の、パワーポイントの中にもありましたが、やっぱり次世代自動車については、この大将先生のこの図が非常に分かりやすいと。20丸と10丸と、三角と、三角の中でもさらに分かれてるんだと。そのあたりを少しね、先生方の発表を踏まえてですね、ディスカッションを深めていければと思います。それではですね、この簡単にちょっと説明しますが、私から少しね、質問というか、ご回答をですね、割り振りという形で進めさせていただいてよろしいですか。やっぱりですね、先生方のご講演を聞いてですね、日本と中国の発展の方向性といいますか、やっぱり違うような気がいたします。で、その中でですね、先ほど私が報告した中でもちょっと触れましたが、1番目のですね、ソフトウェアとハードウェアの関係について、最近、他の講演会でも何度も聞きましたが、どうしてもケースといえば自動車のソフトウェア中心のイメージがありますが、ただ実際のところですね、ハードウェアとの関係性も非常に強いと最近言われています。特に収益性はどこで確保するか、おそらくね、ソフトウェアでも確保できないことはないんですが、ハードウェアで稼ぐという、したたかな、戦略もですね、これ特に日本のメガサプライヤー、ドイツのメガサプライヤー、アメリカも一部そういう傾向ありますが、見られているわけなんですね。だからこのソフトとハードの関係についてどのように見ているか、ということですが、今日はご登壇いただいた先生方は、国際派ばっかりですから、国際比較の観点、入れてもいいし、あるいは日本の現状を踏まえてですね、ご提案いただいてもよろしいかと思います。まず藤本先生から何かコメントなどありませんか。そうですね、今おっしゃったようにね、これ最終的にやっぱりサイバーフィジカルなんですよね。これはもう私いつも大将先生とのお話をいつも伺ってね、大将先生のお話を私を信用して、いつも20年間信頼してきてですね、これは要するに物を触ってる方で、やっぱり自動車って物理法則にやっぱり従う製品なんでね、やっぱり物にまず触ってる方の話が一番信用できるとかあるんですよね。で、もちろんですね、今だからソフトがどんどんすごいことになってきていて、ただ典型的に言うと自動車の部品点数は依然として3万点あるわけですね。そこにソフトはですね、ちょっと前まで1000万行だったのが今もう1億行ですよね。でももっと増えるでしょうね。これはもうジェット戦闘機の何倍かです、もうすでに。だから確かソフトはすごいことになってるわけ。これは車に積んでるやつだけです。
この あと外側のね、張先生おっしゃったそのまさにそのスマートシティ全体になってからすごい、またソフトになるわけですけども、自動車の中入ってるだけでもそれぐらいですね。だから周りのものをなんとかするためのですねソフトだけでもそれぐらいあるわけですね。ですから確かにソフトウェアがすごいことになってることは間違いないわけですが、同時にですね車が1トンあって 100km で公道を走る、ぶつかれば人が死んで実際年間100万人以上の人が亡くなっているという、この事実はあるわけですね。だからこの事実は変わらんわけであります。これは全ての車が20キロ以下の低速走行になれば別ですけども、100キロメーターで走る車がね、ある限りはですね、やはりこの自動車がフィジカルなものであるということから逃げられないところがあるわけです。そこがエネルギーミストの話、先ほど大将さんの話もあったね、にもつながってくると思うんですけども、で従ってその、自動車は一方においてですね、どんどんそういった、ソフトウェアのね力が強くなってくって間違いないんですが、ハードウェアがとにかく難しいと、どんどんこれも難しくなってきているという設計がですね、という事実もありますんで、ここのところはそうそう簡単には変わらない部分もあると。だからすごく早く変わる部分とね、変わらない部分があって、どっちかってフィジカルなところがやはり変わるスピード遅いと思います。変わりますけど変わるスピード遅いと思いますね。実際簡単な数字で言うと、今現在でもですね、だいたい自動車メーカー世界今だいたい1億台弱、今年はちょっと減りますけどね、の市場ですけども、その中のだいたい10台メーカー10台グループがだいたい 70%、全部で100社ぐらいありますけど、で全部勘定したらですね、70% です。で、その10大メーカーの中のですね、9社は戦前からある会社です。だからディスラプションがちょっと、少なくとも今までですよ。今まではディスラプションが起こりにくかった。だからこれから起こるとすれば、それを説明するロジックが必要に、ね、なってくるということが一つ。それから利益率はやっぱり低いですよ。だいたい 5% ちょっとです。平均すると。でもね、ここのところね、だからでもそれなのに、完全に潰れちゃった会社ってないですね。まあ、GM が潰れかけたんだけど、また戻ってきましたよね。だから、結構なんだかんだでですね、この産業って、ある面においては安定してるんですよね。だから、そこのところを一方で変わらない部分と変わる部分と両方見なきゃいけない。で、変わらない部分はどっちかというとやっぱりフィジカルな部分。そして変わる部分はサイバーな部分。そして、その2つが絡まってですね、非常にこれからどんどん発達するんだけども、非常に読みにくいのがサイバーフィジカル。この真ん中の例、僕3つのそうですね、サイバーフィジカル、フィジカルと見るわけですけど、そのサイバーフィジカルのところが一番、分かりにくいし、まあ多分スマートシティもこの辺の勝負になってくると思いますし、これから10年間、20年間ですね、各社の戦略はフィジカル層じゃないかと思って。わかりました。非常にね、全体の見取り図をまず示していただいて、分かりやすいかと思います。大将先生、藤本先生と20年以上のお付き合いだそうで、で先生の研究会も長いんですね、はい、まあ、メーカーさんと一緒に共同研究。そうですね、はい、藤本先生との意見交換は非常に楽しくて、触発されることが多いんですけど、ものづくりという観点から言いましても、共通点がありますし、やっぱり今後の車っていうのは、安全、より安全であるということに、ものすごく大きな付加価値がつくような状況にありますよね。うんそれで、まあ自動運転もそうですし、まあ、ADAS がそうですし、高度な支援システムです、結局、安全とかですね、利便性とか快適性とか、そういったものの付加価値を求めるようになってくると、それはハードをどうやって制御するかっていうソフトも大事ですけれども、やっぱり究極はハードがやっぱりその安全性を担保するわけなので、やっぱりその両者の組み合わせっていうのは非常に重要だと思いますね。でところがその自動運転のためにはですね、ものすごい投資をこれまでしてきているわけです。データ取りとですね、AI を使ったその解析、それから車をそれどうやって制御するかっていう味付けのところって、非常にメーカー固有のセールスポイントであり、差別化を図るポイントでもありますんでね、そこにものすごいお金をかけてますので、それをどういうふうに元を取ろうかっていうことで皆さん不信されてるんだと思いますけどね。でIT 企業にとってはですね、本当ビジネスチャンスだと思います。ですけど、IT 企業がですね、自ら車を作ろうとは思ってないんですよね、実はね。それは企業の自動車メーカーの方は、それちょっと、恐怖心を持ちすぎじゃないかなと思うんですけれども、どういうふうにそれを分業していくかということが大事ですね。あとは、いろんなセンサーが必要になりますので、そういった、これもビジネスとしては縫っていくと思います。で、ただ、やっぱり量産化とか標準化とかですね、それと共通化ですから、そういったことをやっていかないとコスト下がりませんのでね、
その一品料理ではもう高いままですから、どんなに安全ですと言われてもユーザーはついてこないと思います。ですからやっぱり最後はですね、コストの問題で、よく最近トータルコストオブオーナーシップって言いますけども、 TCO ですね、これもやっぱりカスタマーにとっては重要なことではないかなと思います。以上です。 ありがとうございます。まあ、大将先生はね、もう長年物を触ってきたというのは藤本先生から評価されましたんで、まあ、もし私の記憶間違ってなければ、あの張先生は広島大学で工学博士を取られまして、内燃機関のご専門でしたっけ。お、そうですね、そうです。だから私も物を触って動画撮ったんだからそうですね、だからエンジンの専門家で、また実際アメリカクライスラーで働いた時もエンジンの開発でしたよね、研究開発でしたよね。だから実際ハードを触っていて、また中国に戻って、今ですね、いわゆるニューカーマーというかレートカーマーというか新勢力といいますか、またその政策立案含めてですね、企業でも働いたし、大学でも長年ね、アメリカと中国の大学、イギリスの大学で実際勤めた、産学、それから今産学官ですか、政府の、まあ、新エネルギー社政策にも深く関わっておられるんで、どう見ますか、このハードとソフトの関係、それから日本のこともアメリカのこともね知っておられるんで、ちょっと温度差あるんですよね、日本と中国の温度差。そのあたり、まあ、エンジンの専門家としてどのように見ていらっしゃいますか。そうですね、まずですね、私も、まあ、藤本先生、大正先生来られたらまだ少し若いんだけど、でもまあ年取ってるんで、まあ私も物を触って博士取って今までのキャリアができたということは、やはりまあ実際の社会は物がないと何もないんだから、それは結局空っぽの社会になっちゃうんで。でもですね、その質問が非常にいいんで、いやソフトが大事で、だからハードウェア大事ではない、それが、そういう話になっちゃうと、まずまず私はもう要するに話ができなくなる。なぜならばですね、要するに、世の中ですね、やっぱり物が丈夫に作らないといくら良くてもですね、だからもう体がもういくら頭の中に知識持ってても体はボロボロでもう何もできないんですよ。それはもう昔中国のことわざで。だけどもですね、一つ大事なのは、要するにソフトが大事というのはやっぱりこれからで、だけど要するにハードが大切ではないと、それが対立にするのはまずまず間違いました。やっぱり要するに今までですね、ソフトが必要なくて、要するにハードだけ作れば、要するに世の中ですね、お客さんでも企業でも儲かって、要するに必要と十分の条件両方満足できるのは今までなんですよ。特に今までソフトがあっても、要するにちょっと制御だけで、大正先生さっき喋りました。でもこれからの社会ですね、やはり物がいくら賢くする、いいものを作ってもいかにうまく使う、それがやっぱりデータが取って、それがやっぱりデータをうまく使って、機械がもっと人脈に働く、まあ、というか役を果たすと、それは要するにAI ですね、それはということですよ。それが AI というのはいいものがあって、それだけが足りなくて、それがいかにうまくデータを使ってもっと、まあ、役割を果たすと、それはこれからの社会ですよ。これがデータがどこから出てくると、ハードウェアから出ない、やっぱソフトウェアですよ。ソフトウェアがやっぱり物がないとまたできない。だからこれからがいいものを作ってもうまく使えない、これはデータがないんでソフトウェアができないから、それがやっぱこれからがソフトが大事というのは、今までがハードが大事ではないと否定というのは、それはまず言ってる人が間違ってる。でもそれがハードが大事だからこれで十分では、こういう企業でも個人でもこれから の要するに競争力がなくなる。なぜならば、やっぱりいかにうまく使えるというのは同じハードで。例えば15年ですね、車全然買わないんで、みんな買えなくなる。だけど、ソフトウェアあれば、使うデータが戻ってくる、もっと制御できる。それ、いかにまあ、サービスできる、個人性が出てくる。これはこれからの社会。だから私から見てですね、まあ、いいものを作って、まず十分。これは今まで。これからはいいものを作っても必要。だけど十分ではない。だからソフトが効いてくる。今までは要するに
ハードがあれば必要と十分両方ある。これからがハードだけあれば必要に満足する。だけど十分ではない。それはソフトが効いてくる。ソフトというのは手段だけ。問題は重要なのはデータ。データがないとそれはソフトは意味がない。だからソフトが手段だけ。データが大事で。データが要するに元が戻ってくると物が今うまく使う。それは AI の基本なんですよ。でもそれがやはりあのコネクティビティがないと産業がつなげないと意味ないんで、だから今までがうまく物を作ってる日本でもこれからが AI データの大事さがまあ見てもらわないと困る。私たちも藤本先生も大将先生でもまあ物を触ってここまでできてきたのはそれがもう物をしか信じてないんで、これは我々も仕事なくなるんですよ。あるいは我々一生懸命こう言うと我々のまあ、後輩とかあるいは子供が、まあ、将来なくなる。それはまた信じてる。なるほど。いや、なかなかいい指摘で、微妙に日中間の温度差感じました。私だけでしょうか。でも、ね、温度差だけじゃないよ。それはやっぱりそういう認識ないと、これからの競争力弱まるんですよ。うん、だから中国はいいものが作れない。だからもう一生懸命ソフト強調してもダメ。やっぱりまず日本人にいいものをまずうまく作る。でもこれからの社会はそれだけが足りません。だからそれはソフトも力合わせてやる。両方だけが、両方片方だけ強調すると、それはこれからの競争力はもう要するに片手が強い。右手が弱いともうダメないよ。もうそれが大事なんですね。なるほど。私、あのね、実は先週同じようなこと言ってたんです。100% 賛成ですよ。あの要するに、あの、物からことへって言い方があるでしょ。あれが間違いなんですよ。要するに物がなくなってことができるわけないわけで、物をコントロールして良いことができるわけです。つまり良いサービスが生まれるわけですね。そのコントロール、今までは人がやっていたんだけども、その部分がどんどん自動コントロールが入ってきて、でその要するにソフトウェアになってきますよね。そうするとそこからデータを取らなきゃいけないって話。だからあの、物からことへは間違いだけども、物を売りっぱなしっていうのが間違いで、物を売れば売った瞬間からお客さんのアセットになりますよね。そのアセットからデータを取ると、あの、まあ、小松なんかもすでにやってますよね。データを取る、そしてそのデータをお客さんと一緒に、あの、良いコントロールに使っていくことによって、良いものと良いコントロールで良いサービスが生まれるわけですね。ですから当然その、これからですね、まあ、もうやってるところはありますけども、物を売りっぱなしではなくて、その物からですね、アセットになったらそこからデータを取る。そのデータをいろんなあの会社同士でまさにそのあのシティレベルでつないでいくと、だからやっぱりスマートシティが大事だっていうね、こういう話になっていくんだと思うんですよ。これは、ね、やり方が、ね、違うかもしれないけどね、あの、中国と日本でね。だけど最終的にこのお客さんの人生の流れに沿ってこうデータをつないでいくということ、シームレスにつないでいくってことが絶対必要になってくるし、その最初にデータを取るのはやっぱり売った会社がアセットからデータを取ると、売りっぱなしはダメよと。いうね、これはまず間違いないと方法だと思います。これは多分日本も中国も関係なく、あの、間違いない方法だと思いますね。東大の先生と清華大学の先生は合意してます。いや、それと、はい、やっぱりね、あの、ごめんなさい。やっぱりあの、国も違ってて、いろいろの資源も違ってて、あ、もう違うのは当たり前で、でも向こうにまあ、将来に向かってですね、やっぱりそういう原理的にのものが違わないはずなんですよね。やっぱり今までがそうではもあるんだけど、それはデータが取れてるな。やっぱこれからやっぱデータが戻ってきて、要するに AI で人工、まあ、知能化でやると。それは大きな変わりということ。それは私、うん。物事の本質論ですから、これは日中変わりません。どうです、それは東大の清華大学の先生は合意できます。いや、まさかも。大将先生はモビリティ研究会を主催してますね。はい、あの観点から言いましても、今、藤本先生が言われたことはすごく重要なんですけれど、あの、要するに自動車メーカー、例えば日産自動車っていうのは、電気自動車のデータセンターを持っていて、一台一台のデータ全部把握してるんですよね。あの、まあ、それはあの信頼性を高めるとかですね、あの事故を防ぐとか、いろんな目的があるわけですけれども、あのただ、あの公共性もあるわけです、実はそのデータの中には。ですから、そういうプライバシーに関わるところは削除して、やっぱり公共財としてね、これからそういう車のね、あの位置情報だとか、使われ方だとか、そういったものをあの使っていくべきではないかなと思います。それがあの社会全体のモビリティのね、
非常に発達には重要な情報の取り扱い方だというふうに思っています。一言申し上げます。そうです、はい、ありがとうございます。ではですね、ここで会長からの質問もですね、たくさん来てますので、私がいくつかピックアップしてですね、この流れに沿って、ディスカッションの流れに沿って先生方にお答えいただければと思います。まずですね、日本大学の薄井先生から、政府主導と市場メカニズムについて張先生に質問がありました。私は読み上げますね。政府主導の開発においては市場メカニズムが機能不全に陥ることが懸念されます。中国の各都市において政府主導でスマートシティが開発する過程でいかにして市場メカニズムを導入しているのかをお聞かせください。あるいは市場メカニズムが不在でも優れたスマートシティが構築できるのであれば、その理由をお聞かせください。よろしくお願いします。ありますが、要するにね、先ほどこれ私のリクエストだったんですが、特にですね、ケース中心に中国のもう最先端というか最新の政策中心にね、産官学の取り組みを、まあ、発表してほしいというのは私側から依頼したんですが、視聴者からこういうふうにね、ちょっと政府の出過ぎじゃないかと。本来ならば車を選ぶのは市場であって、消費者であって、もう政府が、中国の場合はね、特に産業政策ということでかなり政府を引っ張ってですね、また投資補助金含めてですね、強力に推し進めてますね。その市場メカニズムとのバランスについては張先生、何かコメントありますか？まず非常にいい質問でありがとうございます。それですね、やっぱり市場でお客さん買ってもらうものを作って売るためには、やっぱり政府ができるだけ下げて参加しない方が逆にうまくできる。それは間違いなく、これは今までが中国はその辺が批判されて、まあ徐々と、まあ、要するにフリーマーケットに、まあ、変わりつつあると。それがやっぱり過去40年の間は中国も随分進んでるということです、うん、でも今日が私たちは話しかけてるケースはですね、車産業だけの仕事ではない。特に企業はトヨタでもフォークスワーゲンでもいくら大きい会社でも自分できるはずがない。なぜならば2つが入ってくる。一つですね、やっぱり技術が大きく変わると社会のインフラに関係しているものは、それは企業ができるはずがない。それは企業ができないと政府もやらないと市場でコントロールできるというわけで、結局はそういう商品がお客さんがいくらでも、まあ、欲しいんでもそれはできるはずがない。それも一つ。もう一つですね、やっぱりこれからの社会はですね、物は作ってお客さん売って、そういう時代が終わってる。やっぱり要するにですね、イコシステムだから、イコシステムというのはやっぱりみんな一緒に参加して、だから対策もいるし、例えばお互いを協力しながらやるというのも政府が一つの役割を果たしていると。例えばですね、例えば電気自動車、インフラ作ってるのは企業がいくらやっても政府がやらないとできるはずがない。特に例えば車の知能化、街の知能化がやっぱりしないと、あんなもう知能化の車も衛星放送みたいでも100ぐらいのセンサーがつけて結局みんな買えなくなる。そうすると私が見てですね、私の研究の結果ですね、提出するのはやっぱり時代が変わってる、あるいは技術が大きく変わって、世界が大きく変わるときはやっぱり要するに1プラス1プラス1のモデルというのは、物を作ってる会社、そしてうまくできるような ICT のような会社、最終的に政府の役割、3つが一緒に組み合わせてやらないと結局物ができなくなる。それが例えば街の知能化しないと、いくら車が賢く知能化しても結局高い。そうするとやっぱ政府が、自分がこういう車欲しいというのはやっぱメーカーに声かけて、それでメーカーでも OEM でもこういう街作り欲しいですよ、話しながら、それはスマート席や作って結局いい車、賢い車走れるというのは私が、まあ話したいということ。だそういう意味ではそうしないと、例えば道路の設備、これからですね、要するに道路を知能化にするのは、これはもうハードウェアと同じ大事ですよ。
そういうのはいくら偉い会社でもできるはずがない。それは一緒に組んでやらないと困ります。それは政府がやらないと無責任です。いや、需要 の、 マーケットだから政府やっては欲しくない。それだったらいいわけで、いくらでもこう将来そういう商品が手に安くできません。それは私の理由です。ありがとうございます。なかなかね良い答えですが、実はですね、政府の仕事という、まあ、張先生も中国の新エネルギー車政策の立案に深く関わっておりますが、大将先生も長いんですね、政府関係の仕事は。でまた今でも中央環境審議会自動車排出ガス専門委員会の委員長を務めておられて、これ中国の、まあ、政府とこの産業といいますか、産業界との付き合い方と、まあ、実際先生関わってこられたね、日本のね、政府関係と企業との付き合い方といいますか、どうか違いを感じられますか。我々日本ではですね、やっぱり5年とか10年ぐらい の、 先を見て排ガスの規制とか燃費基準を決めるんですけれども、それはやっぱり今ある技術を元にして、まあ、それが将来10年ぐらいでどれぐらい伸びるかということを考えて決めてるわけですよね。ですからそれは何て言いますか、ある意味ハードルを上げて10年ぐらいですから、モデルサイクルでいうと2回ぐらい回るんでしょうかね、まあ、そんなイメージで我々設定しているわけです。それで重要だな、最近重要だなっていうことを気がついたのは、やはりさっき言いましたウェルトゥータンクですね。あ、ウェルトゥータンク、タンクトゥウィール、ウェルトゥウィールの関係をちゃんとしっかり押さえないと、タンクから出発したところだと電気自動車がすごくよく見えるんですけど、実は電気発電するのにですね、結構石炭も耐えてますしね、そういうんじゃダメだということで、まあ、2030年ではその30年でのエネルギー基本計画に取った値を仮定して電気自動車と比較しているわけです。ですからそういうことをしっかりやっていって、それが産業界とも合意できるっていうことをちゃんと抑えた上で規制を決めていくっていうのが日本のやり方だと思うんですけどね。なるほど。ですから中国でそういったウェルトゥウィールの考え方、それから、まあ、産業界の技術 の、 発展を見込んだ将来的な規制のあり方といいますかね、そういったものが どういう状況なのかなっていうのは関心がありますね。なるほど。実はこれ、先ほど町の話なんですけどね、まあ、要するにスマートシティっていう話に当然なるわけですけれども、やっぱりこれ僕はどっちかというと、まあ、町は箱ではあるんだけどね、箱ではあるんだけど同時に流れですよね、物の流れ、人の流れ、情報の流れ、特に人 の、 経験の流れ、つまり100万人都市は100万人の人生が流れてるわけですよ。でこの人たちがどのようにね、こうなんというかスムーズなストレスのない生活ができるかと考えたときに、家と例えば車がつながって、車で帰ってきたらそこでお風呂が沸いてる、ね、電気がつく、ロックが外れる、こういうね、要するに人がこうスムーズにこう生活できるようなね形で車と他のアセットがつながっていくということになると思うんですね。でそうするとそれぞれのアセットについてですね、責任持ってる企業は違いますから、そこが データを取った時にそのデータをどうオープンにつなぐかというねことになりますが、ここに関してはね、確かに国によって少し違いがあって、多分中国はやっぱどっちかというとデジュールというか、要するにその政府がその標準を作っていく傾向が強いかもしれない。でアメリカはご承知のようにですね、勝ったもん勝ちなんですね。勝った人がデータ総取りするというGAFAのモデルでこの10年間やってきた。それに対して多分日本とかヨーロッパがね、まあ、過去の例で言えばね、いわゆるコンセンサススタンダードっていう、つまり多くの会社がこう合意してですね、そのスタンダードを作っていくと。まあ、どれでもいいんですよ。要するにお客さんから見れば良い流れでね、その自分の人生が流れていくかどうかということが大事であって、そのやり方は手段ですから、いろいろあっていいと思うんですけども、多分傾向としてはやはりそれぞれの国の特徴ってのはありますから、そのスタンダードの作り方ねに関してはおっしゃるように違いがあるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、だからよく言うこの3つのスタンダードの作り方があるっていうのが、まあ、ポイントですね。なるほど。藤本先生、少しね、これ、ごめんなさい、少し、半分しか映ってません。
藤本先生、私、まあ、非常に賛成で、一つ私言いたいというのは、うん、町づくりの担当者は、企業の社長と全然違う責任を持ってますので、いや、町が作って、それが車を売るため作ってるんじゃないよ。それはやはり人がいい生活できる。だけど、そういう意味ですね、逆に町がうまく作ってですね、例えば地下鉄とか、パブリックのトランスポーテーションをよくすれば、結局車売れなくなるんで、それはいい町づくりの設計者がと批判したらいけません。だからそれででも同じ車でもうまく町づくりで使えるためにはお互い話しながら町づくりはですね設備したりとかするとそれは立派な町づくりのリーダーです。だけどいや我々が町で車売れなくなるからそれ町の市況が悪いとはそう思ったら大間違いです。やっぱり地下鉄とかよくすると結局まあみんな便利で、だから私言ったようなのは4つの流れですよ。人の流れ、物の流れ、エネルギーの流れと情報の流れ、それがうまくやっていい生活、やっぱりもう短い通勤でいい生活できると、それはいい町づくりの、それは会社の社長と全然違う。だから今みんなが OEM がやカーシェアリングができると我々車ができなくなると、それは私今までが会社の副社長だったから、でも売れないと怒るよ。今だと私見ると、売れなく、いい生活できれば売れなくてもいいんじゃないか。それは私は思ってます。今、やっぱり違うレベルで同じものを見てるから。そこです。なるほどね。インフラの部分含めてですね、ちょっと政府のコミットメントの度合い、それから考え方違うみたいですね。ある程度日中の社会の発展の段階違いますから、だからこういう、張先生はモビリティサービスに中国は力入れてる。これ OEM メーカーでやっても IT メーカーにしてもですね、また一部のモビリティ企業もみんな参入して入ってくるんですね。彼が言う、要するに、ソフトウェアの部分に今相当ね、投資してるし、経営資源を投入してるんだよね。それは発展段階から来たものであって、で、これまでのハードウェアに対する投資をですね、別に無視するわけではなくて、ここは伸びしろあるからみんな企業はですね、入ってくるんだ。その中で、まあ、政府はどんな役割を果たすのかと。これも多分、まあ、日本の社会とね、成熟度とある程度違いますから。ただ、一つ言えることはですね、もう自動車産業にしては中国は後発者なんで、大体先発者の強い分野で後発者がね勝負かけないんですよ。やっぱりこれまで、まあ、日本はハードウェア強いから、じゃあハードで正面から勝負しようというのはあんまり、まあ、むしろ少ないので、だからやっぱり自分の後発、まあ、レートカーマーの得意な分野といいますか、まあ、中国は今まさにコネクトとかですね、C プラス A と私言ってるんですが、そのあたり一つね、新しい分野を見つけ出してるんで、そこでブレイクスルーを政府も企業もですね、モビリティサービスに力入れてるというとこじゃないかな。で、そろそろ次の質問いきますが、実は視聴者からたくさんこれにつきました。なぜ電気自動車のなのかと、EV のね。で、これが帝京大学の妹先生。バッテリー、EV と FCV の話で、まあ、脱炭素社会への移行という世界的な命題の中で中国は電気、なぜ電気で行くのかと、これから水素で併用するのなのかと、それから電気から水素移行する可能性があるのかと、その基本的な戦略を教えてほしいと、これが一つだよね。また一般参加者の山岡さんから電動化、アルミ化、軽量化、これまた大正先生の研究分野ですよね。で、さらに一般参加者の佐藤さんからハイブリッド対EV ですね。やっぱり中国はダブルクレジット制度やって政策やってますから、本当はハイブリッドでも相当ね、カフェの対応できるのではないかと。日本企業の出番じゃないかと、これからね。そのあたり、みんななぜ EV なのかと、まあ、他の選択肢はないのだろうかと。EV は、まあ、日産とか三菱がですね、世界に先駆けてやってきましたから、ちょっと今はどんな具合か、あれ、わかりませんけれども、まあ、専門家たちおられますので、じゃあ、なぜ中国は EV なのかと、水素の併用はどうですかと、まず張先生から。おそらくね、日本で一番疑問に持っているのは、なぜ EV なのかっていうところですね、何か
ありましたら、どうぞ。まあ、それは日本だけじゃなくて、世界はみんな、中国も随分揉めながら、今の、うん、まあ、要するに統一になっている。私、さっきの発表でも今、中国すでに25年かけてですね、うん、まあ、電動化が決めながら、今、そう、イーベイになっちゃったんです。まずですね、イーベイか、イーベイでないか、私、電動化というのは大きなあれですよ。おうおう、はい、要するに電動化にすると、いろいろなエネルギーの、まあ、形で、まあ、まあ、要するに電気に変わって、まあ、車を動かすと。それはまず。うん、だけども、まあ、電動化がエネルギーがどこから出てくると、そう、要するにバッテリーから出てくるか、まあ、フューセル出てくるかですね。うん、まあ、それで、やっぱり中国で見れば、やっぱりインフラがですね、非常に大きな問題。うん、いや、インフラと比べてみれば、今ね、皆さんが、石油と比べたら、バッテリー元付きの電気自動車がインフラが問題で、だけど、水素がですね、電気よりもっとインフラの問題出てくる。中国のそんなでっかい国ですね、まあ、例えば石油、ガス、電気、その4つのインフラが同時に、まあ、存在してるから、また水素を入れてくると、こう難しいんですよ。そういう意味では、やっぱ電気はインフラの問題がないよ。要するに車で駐車場だけのインフラが問題ある。だからそういう意味で、まあ、中国はバッテリーが元付きで、まあ、要するに EV が一応乗用車にしました。なぜならばそういうインフラの問題だけども、そのインフラの問題があると言っても解決しても結局トラックに入ってくるとフューセルがしかできない。だってバッテリーの EV がフューセルに技術にふさわしくない。だから中国政府は大体要するに商用車はフューセル、それは商用車はフューセルするならばなぜ普通の、まあ、乗用車フューセルしないの。それはもうインフラだけの問題ではなくて、コストも問題あるんですよ。だから、それはコスト、そしていろんな問題含めて、だから結局、乗用車は EV に絞って、乗用車は、まあ、フューセルは中心と。だけど、まず乗用車の量が大きいんで、そのニーズも高くて、まずやりましょう。それなぜか、要するに新エネ車にするというのは、やっぱりエネルギーの安全性とか、環境の問題とか、その辺がいくら述べても利用があるということ。中国は今もう7割で石油の輸入ですよ。まあ、それがかなり大きな問題ですから。でも、EV と言いながら、明日で 100% EV とはしませんよ。それは2035年でも大きな目標を持っても、まだまだ 50% ですよ。その残りの 50% も、それ来年期間が基づきで、PEP とか、来年期間だって代表先生よく頑張ってるじゃない。頃もし来年期間ね、効率は 80% したら私家も将来性ないよ。そういうのはまあいろいろ混ぜて私から見ると、それ辺でまずそれ以上で議論すると結局チャンスが苦ってしまう。中国もでも1日で全部バッテリーにするはずがない。それでももう15年20年かけてもまだ半分の市場が普通の、まあ要するにヘブとかにする。でもそれも事情を見ながら早くなるかもしれない、遅くなるかも分からない。でも一応まあ2035年は 50% 内部にしましょう。内部が EV だけじゃないよ。それはPHEVもフューセルも全部入ってるからいうことです。はい、それは私が車も作って打てないし、だからある程度でね、まあ、客観的にやるということです。なるほど。じゃあ次はですね、大正先生のこの図、画面共有させていただきますね。大正先生のこの図がね、この成績表ですかね。この大正先生、これ作られた基準は何なんでしょうか。これはガソリンを基準にしてるわけです。うん、それから、まあ、実際に使われてる場面で、やはりいろんな、うん、欠点とか不具合がありますから、うん、そういったものを整理してみたわけなんですね。うん、やっぱりコストとかチャージ時間、うん、航続距離、それからまあ排気のクリーン度っていうのは、まあ、これは解決はされると思うんですけれど、やっぱり究極は低炭素性っていうことですよね、大きな目標は。で、車単独の話じゃなくて、やっぱり脱石油、脱化石燃料、再生可能なエネルギー、あるいは原発が一部残るかもしれませんけども。まあ、そういうことを考えないといけないなというのがこの
比較なんですけども、なるほど。このさっきの水素か電気か、そのあたり先生、次世代自動車の見通し、特に中国との付き合いも長いですから、そのあたりどう見ていらっしゃいますか。この水素は最近ね、はい、かなり中国でも盛んに水素社会とかですね、はい、日本も言ってますので、はい、そのあたりとか、はい、コメントありますか。はい、水素はね、私ちょっと中国と日本では違うんじゃないかなと思うのは、日本はね、石油を輸入してますよね、はい、その石油に代わって水素を輸入しなきゃいけない状況がね、絶対来ると思うんですよね、うんうんうん、そういった時に、じゃあ水素を液化して持ってくるとかですね、有機化して持ってくるとか、うん、アンモニアにして持ってくるとか、今盛んに比較実験やったりしてますけども、うん、あるいはオーストラリアからですね、うん、非常に低質な褐炭というものから水蒸気回数をやりましてね、それで水素を取り出して CO2 はもう埋めて、それで水素を液化して持ってくるという、そういうパイロット船が今作られてますよ。まあ、ですからそういう水素をどうしてもやっぱり外から持ってこなきゃいけない。電気は外から持ってくるというやり方もありますけどね、これはちょっと大変です。うんうん、だから中国の場合にはですね、まあ、土地も広いですから、再生可能なエネルギーがもし、まあ、太陽光とか風力とかそういったものが潤沢にいられるんであれば、あとはネットワークを、電力ネットワークをどうやって構築するかということで、かなりの部分は電気でいける可能性はあるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。ただ電力の何て言いますかね、とか風況とかそういうのを見ると、うん、アフリカとか南米とかあの辺が随分潤沢のようですけどね、うん、ただ一方でタクラマカンとかゴビ砂漠とかあるじゃないですか、中国は。なるほど。はい、そうですね、それぞれ社会と、特にね、張先生も、まあ、おそらくエネルギーは、中国のエネルギー需給は一つ、まあ、大きな強いブレーキになるんじゃないかと、まあ、ガソリン車のにとってはですね、この増え方を見ますとね、まあ、なかなか印象的でした。で、藤本先生、それはそれですね、いかがですか。李先生、はい、ご自身私がちょっと、やっぱりせっかくのチャンス、はい、やっぱり技術が普通の、例えば今までの内燃機関の改良の技術だったら、世界でおそらく、まあ、合意しやすいんですよ。やっぱ石油が、まあ、基づくんで。でも今がエネルギーの種類がもうちょうど変化の時代ですよ。その辺になると、やっぱり戦略というのは、やっぱりあなたはどこにある、誰ですか、どこに行く、それどういう能力になってしまうと、やっぱり国の環境によって、エネルギー の、まあ、可能性が、まあ、世界の政治関係いろいろ含めてくると、特に国のサイズにもよって大きく変わってくるから、うん、だから私が一番最初がいいのは、中国を電気自動車発展させよう国の戦略と選んでるというのは、やっぱり再生可能エネルギー、うん、これがもう考えとかないといろいろな種類あるんですよ。日本がその辺が中国といろいろ全然考え方違ってくるんで、それは太蔵先生もかなり参加してると思いますんで、だからそれが無視して、技術の車で使える技術が議論するとほとんど意味がなくなる。その辺があれですよ。例えば、だから例えば一番最初が李先生が、要するに日本がハードで、中国はソフトで、私はいい車が、いいハードがないと、いくらいいソフトできてもダメ。それは世界共通の理論。でも、車が国によって売るしかお客さんが変わってくると、それは協調性が違わないとダメない。例えばこれからの車がどういうふうに発展していく、それ世界標準の方向があるよ。それはよく見とかないと、いや我々ハードが強いからハードだけ協調する、我々ソフトだけが強いからソフトだ、それが車が世界に売るというのは日中競争じゃないよ。それは業界中での競争、それが無視してはできません。結局エネルギーになってくるとこれは全然違う。エネルギーはやっぱ国がそのどこに基づく、どういう世界の政治の立場を持って見てとかないと、結局エンジニアレベルですね、あるいはビジネスマンレベルの議論になってすると非常に危ない。やっぱ国のその可能性が無視するとそれは全然意味なくなる。だから中国は EV 発展するのは
例えばもし化石燃料使って電力発電発電意味すると意味がない。でも例えば風力とか水力とか空とか使うと再生可能エネルギーになるとそれがバッテリー意味が価値が出てくる、うん、そういうことです。その辺が見とかないとそれが全然違うレベルの議論になっちゃうと、うん、まあ、話できなくなるんですよ、うんうん、でううどうぞあの藤本先生この EV についてどうですか。うん、あのね、目的は、うん、まあね、一応コンセンスはあれは CO2 削減地球温暖化対策、うんうん、これが目的ですね。だからその、どの車がいいかってのは全部手段であってそれはそれぞれいろいろあっていいですよね、うんうん、目的はこれだということは多分みんな合意できる。今度はアメリカも多分合意するとなりますよね、うん、でさあそれどうやるかなんだけどね、あの、まあ、これはもうほとんど大将先生の受け売りになっちゃうかもしれないけどもこれ実は10年ぐらい前僕ね中国で、うん、おそらくこれを決めてるトップに近い方、うん、あのまあ陳さんって方だけどね、うん、とあのホテルの一室でね2人で話したのね、うん、その時の質問、藤本さん EV とあの ハイブリッドどっちだと思うっていう質問、ね、やっぱりねこれだから電動車ですよね全部ね。電動車の中で電動車行くことは間違いないんですよ。だから電動車の中であのどういう割合になるかはこれはねまだ揺れる可能性あると思います、ね、で先ほどのね、大将先生のお話に僕は近いんだけどもやっぱ今まだあの2030年ぐらいまでは今のリチウムイオン電池これはバッテリーのエネルギーミスが全然足りない。やっぱり短距離ねで使うとだからまあお金持ちが2台持ってるだけでも1台はこれでいいかもしれないけども車ってジャストインケースの乗り物ですからやっぱり1台はね、少し長く乗りあの走行距離が長いのが欲しいっていうねことが一般的にあると思うんですよね。そうすると、ですからその辺のニーズの違いによって都市に住んでるかそうでないかとかねいろんなその人のニーズによって全部違ってきますけれども、おそらくその電動車というねあの国の中では多分全部入ってきますけれどもね、その中で、まあ、あの短距離は EV それからあのフュエルセルはこれはおっしゃる通りねあの日本でもそうどうあのアメリカでも僕乗りましたけどね水素ステーションそんなたくさん作れないんですよあのこれ特に日本はね。だからこれはあの比較的ルートの決まったこれ多分日本でもね僕あの内山田さんなんかそういうふうに言ってたと思いますけどね、うん、あの要するにルートの比較的安定した大型のトラックとか路線バスがまず最初じゃないかっていうねいうのがありますね。そうするとじゃあ普通の車がどうなるかなんだけどこれもちろんあの EV が次のバッテリーにねこあの先ほど出てきましたよね全固体バッテリーが出てきてそれがすごいエネルギー密度になってくればこれ話変わってきますから2030年代以降の勝負になってくると思うんですけども、それまでのところで言えばねおそらくあの電動車がかなりつまりそのハイブリッドが相当入ってくる。でそのハイブリッド車の場合ですねこれはあのエンジンを安くしなきゃいけませんから、だから10万円ぐらいの安いエンジンで、を乗っけたハイブリッドでしかもその乗っかってるエンジンをですねなるべく使わないことだからほとんど動かないエンジンを乗せたハイブリッド車ですね、うん、これがあの、基本的にはその CO2 というのは走行距離で決まるわけであってエンジンの数じゃありませんから。だからあのそういうね組み合わせというのは一つあると思います。だからあの中国がなぜ EV という話についてはもちろんね中国があの積極的にその今 あのいわゆる CO2 削減にね、うん、こうあの世界的に貢献しようというこれがまず第一だと思います。でもう一つあるのはねやっぱりこれがあのやっぱりキャッチアップしやすいということだと思います。これ前ボッシュの人と話したんだけどね要するにそのあの制御にかかる、まあ、彼らに言わせるとね制御にかかるそのいわゆるそのソフトウェアの行数規模ですね、うん、これハイブリッド3普通のエンジン2で、EV が1と彼らはそういうふうにあの要するにその評価してます。だから要するにあのまずやっぱりそういうソフトウェアそういう面にあの強みを持っている国はですね当然そのそこを一番活かせる製品を、うん、あの競争力のね中心に持ってくるのはこれは当然の産業政策です。だからそれぞれの国が持っているな、まあ、僕の言うとアーキテクチャ上の、ね、比較優位ありますから、それに従って合理的に考えれば当然そうなります。だからそういった産業政策的な意味とそれから地球温暖化対策というね、うん、あの両方の意味であの中国がそのいわゆる電気自動車に、ね、方を、うん、あの他の国よりもその重視するのはこれは当然だと思いますが、
それは電動車の中でね、これからどう触れるかはまだわからないと思います。一方的に EV に行っちゃうのか、あるいはある程度 そのハイブリッドに揺り戻しがあるのか、まあ、PHEV ですね、への揺り戻しがあるのかは、これ私の個人的な観測としてはわからないと思ってます。なるほど。まだね、これがロードマップは必ずしもはっきりしているとはまだ言えない段階だと。じゃあ次の質問に移りますね。早稲田大学の池上先生から質問がありました。既存の自動車メーカーは、要するにね、今日はパラダイムシフトのお話をされたかと思いますが、既存の自動車メーカーはそのパラダイムシフトはできている、頭の切り替えができるのでしょうか。どうしても自動車、モビリティを中心に考えているように見えます。テスラは自社を自動車会社じゃなく、総合的に持続性を維持するサービスを提供する会社と自社を定義しているように見えます。こうしたパラダイムシフトをしている既存会社、既存の自動車会社はあるのでしょうかと。テスラはどうしても、まあ、中国においてもアメリカにおいても EV を語る上で無視できない存在ですよね。そのあたりどうしましょうか。張先生、テスラが中国で、まあ、ギガファクトリーで、もともとアメリカでね、あれフレモント工場に僕行ったことあるんですよ。テスラじゃなくてまだノミだった時にね、あそこでもういろんなトラブルあって、工程内不良がたくさんあって、中国に行ったらすぐ良くなるのかっていうのはね、ちょっと不思議ですけどね。テスラの効果、まあ、ただ売れてるのは確かです。それどう見ていらっしゃいますか、中国の消費者。企業という経営はですね、うん、マラソンだから、一時的の成功とか失敗で、それが、うん、この企業はいい企業、悪い企業が、その判断がもう私は全然意味がない。でも、うんうん、テスラが一時的に、まあ、成功しているというのは、やっぱり皆さんがよく分かって、その原因は、利用がよく分かっていただかないと、結局自分のためにはならない。その辺が私はやっぱり、まあ、今、戦略が8、7年で研究してくれれば、まあ、非常に、まあ、自分が強い印象。テスラですね、いや、中国来たら成功すると、それは大間違い。やっぱりアメリカで、まあ、ある程度で基盤ができてる。まあ、ものとしては、普通の我々で見てみると、まだまあまあ問題がたくさんある。でも、例えば、安全性とか、いい電気自動車だけじゃなくて、知能化の部分も結構進んでると。それが全部合わせながら、まあ、中国は世界一番で、要するにお客さんが国でも政府でも、まあ、地方政府でも、要するに EV が一生懸命取り込んでると。そういう意味では、やっぱりテスラがアメリカのブランド。それと同時に、まあ、ちゃんとできているもの、まあ、中国の市場でも競争力の今のところあると。それが両方がありながら、中国の市場もみんな受け入れやすい。中国の市場はもともとも外国のメーカーには、まあ、本当に抵抗はなし。それはもういいといういいところですよ、やっぱりね。やっぱ日本では相当私は抵抗あると思います。それが別に悪いがいいが、それは国民性だから、国民性というのは悪いといいとか、それは大間違い。だからその辺が、まあ、両方を合わせながら、テスラがちゃんとしてるものと中国のマーケティングタイミング。でもこれからですね、中国の競争が非常に激しい。その中でテスラがいかにもうマラソンの中でずっと勝てると。その辺がやっぱりどの会社でも大きな列車ですよ。その辺が私はもうやっぱり見ながら、もし株を持てたらちゃんと見といた方がいいですよ。全くね、おっしゃる通りで、どうなるか分かんないんだけどね。ただ、ここのところ比較的評価が上がってますよね。1位悪かったんだけど。でね、これはね、張さんの言ってる通りなんですよ。つまりね、良いものと良いソフトが合わさってきてる。つまり彼らはね、良いソフト、良いハードウェアになってきてます。車の、いわゆるその、評論家の評価ね、で見るとですね、これまで車のハードウェアあんまり良くなかったんですよ。これを、だからある意味じゃ既存の企業から、既存の自動車メーカーから学んで、要するにインテグラルな車の作り方っていうのをね、相当勉強した。で彼らは、実はチップもインテグラルだし、中でやってるし、お調子のようにね。それから、急速充電装置。日本じゃ標準化しようとしてるけどね、チャレモでね。だけど、彼らあれはね、自前ですよね。
自前でやって成功してるんですよ。だから彼らはね、そういうハードウェアに関してはどんどんインテグラの方へ行って、インテグラな車作りを学んでるんですよ。普通 あのいわゆる既存企業から、うん、それやりながらハードのとこ、あのソフトのとこではね、特にインフォテイメントのとこ、そしてインフォテイメントがあの現れるそのいわゆるコックピットのね設計、圧倒的いいわけですよ。ここのところで少なくともアメリカ人の評価はあのいろんな評価を見るとですね、まあ、トヨタよりはるかにいいんですよ。だから要するにまさに良いソフトとねだけじゃなくって、うん、良いハードをですね、彼らこれはね普通の会社から学んでるんですよ。だからやっぱりこれやっぱ総合学習であってね、だから今度逆に多分トヨタが彼らのソフトを学ぶ番であって、だから僕はねあの会社ねが大きくなってトヨタやねフォルクスワーゲンが潰れるってことはないと思います。あの会社が電気自動車の会社である限りそんなことないと思います。あのさっき言ったように割とディスラプションがない産業ですからね。でもね今テスラがやってることを理解する会社と理解しない会社、トップ10社の中でね、理解するのが5社、理解しないのが5社あったらこの間で差がつきますよ。だから今やっぱり彼らがやってることっていうのはね相当重要なメッセージですから絶対見逃しちゃいけない。ただそれがね、だからあの会社が出てきてみんな潰れちゃうとかね、そういう話ではないと、あの自動産業そんな簡単じゃないというふうには思っています。なるほど。一つがあの藤本さん先生の話でちょっと、まあ、あの少しコメントで、あの普通の時代でやるとテスラが生まれるはずがない。あの普通の例えばトヨタがあのフォークスワーゲンがそういう競争というか、まあ、あの公益にそこまでが与えない。問題は時代が変わっているところ、それと同時に未来がはっきりしてないところ、その辺がやっぱりその偉い、まあ、経営者のその、まあ、判断力ですよ。それと同時にいかにその決心なんですよ。時代はこれで、そうしないとコタクとかあのノキアのような会社がもう今もうずっと続けてるよ。その辺が要するに今の車の産業が要するにあのスマートフォンの時代になってるかなってないか、それでなってるかなってないか大体なってると。でもその経営者たちは長い目で見て企業経営してるか、それとも5年の間で私のボーナスが株がどのぐらいがまあ儲かるか、その辺がもう変わってくるんですよ。そこはだからちょっと僕は意見が違います。あのそこは産業で違いがちょっとあると思ってます。もちろん100年に一度ってことはありますよ。でも多分それは 2,30 年かかる。あの前回ねのその100年に一度というのは1886年から1913年4年までなんですよ。この30年間激動の時代があって、その後、まあ、ちょっとね収まっていって、それで今度来ましたけどね、次は何年続くんですかって話ですね。で僕はこれはね大先生先ほどの話もありましたけども、おそらく2030年代まで続く長期戦だと思います。だからあの 2,3 年5年でねあの会社がパパッと潰れちゃうみたいなようなことが起こる産業ではないと思います。私はだけども20年単位でそれは起こりうるという意味では、まさに100年に一度のことがね起こってるという、そういう認識です。だからまあ多分半分あの賛成、半分ちょっと違うかもしれない。でも そういう話は結局東大の先生と清華大学先生の議論になっちゃうんで、でも一旦ですねあのアップのブランドになっちゃうと、ノキアがいくらスマートフォン作ってもみんな買わなくなる。それはブランドの影響力ですよ。そうそう。でも彼らは事業局で生きてるでしょ。つまりでも今がでね、新しい思想で作った車が誰ですか、みんなはテスラのような。それで若者が要するに新しい消費者はもう考えずに行く。そこで藤本先生があの変わってますよ。いや、テスラは、アメリカでは人気ありますけど、日本ではそうじゃ、これだからやっぱりいろんな状況が絡んでますから、そう簡単じゃないと思ってます。まあいいです、これは私の意見です。あっという間に4時になってしまいましたが、少しだけあのこの後会員総会ありますので、あまりの少しだけあの延長させていただきますが、ちょっとね、まあ、EV に関する話はやっぱりですね、地域によって意見の微妙な温度差はあるようで、それ地域性じゃないかと思うんですが、もう一つね、あのもう一つ質問をね、阪南大学の伊田先生はアプロ計画の意義と役割について質問が来ました。フォード、ダイムラー、NVIDIA やアメリカの半導体メーカーですが、マイクロソフト、インテル、ホンダ、トヨタなど90社が参加する自動運転車を共同開発する世界最大の企業連合、アポロプロジェクトは、
バイト、これネット企業ですが仕掛けています。これどのように考えていますか？ネット企業をコア軸にしたパートナー連携という考えは行き過ぎですかと。もうだからこれがですね、おそらくもうアメリカのウェイモ、まあ、あの、Google 系のウェイモがあるんですが、あの今、あの藤本ウェイモ のトップはあのプラフシックですから、お友達ですよね。だから、そのあたりはまだ一つ見通せない、部分なんですけどね。だから、このあたり、うん、どうしましょうか。あのじゃあ、まあ、藤本先生から一言、あの例えば今、ドイツはあんまりね、自動運転に対してはちょっとね、あんまり 昔ほど熱心じゃなくなったんですね。基本的に米中ですよね。だからウェイモ、クルーズ、あのまあ、アポロじゃないかと。そのあたり、クラフシックさん含めて、あのどのように見ておられますか？彼と話したけど、彼は今そこは秘密だから言わないよって言ってたけどね。だけど、大事なことはですね、あのクラフチェックというね、あの、うん、車のことを1から10まで知っている人を社長にしたという、うん、Google の判断というのはやっぱり車は簡単じゃないという、うん、5年前とはちょっとやっぱ意見変わってきてると思います彼らは。ケースのね、まあ、僕の意見ですよ、うん、ケースそれぞれがね、さっき言ったそのサイバーフィジカル、フィジカルのね、うん、そのバランスが違うと思うんですよ、うん、で大将先生おっしゃるようにですね、やっぱりあの EV とかですね、電動車、これ完全やっぱりフィジカルですよ、うん、エネルギーの問題ですからね、うん、そしてインフォテインメントはこれはね、あのもうこれはサイバーです。だからトヨタが今なんかいろいろやってますけど、多分ね、やっぱりこれは負けちゃいます。多分、うん、申し訳ないけど。そうですね。じゃあ、あの大将先生、このあたり、どのように見ていらっしゃいますか？あ、もうちょっといい？あの、はい、自動運転ですけど、自動運転がね、全部だと思います。自動運転は、要するにそのサイバー層で、あの多分ルートのね、最適化みたいなでしょ。で、うん、フィジカル層でこれライダーレーダー何かつけて、うん、周囲10メーターのところをですね、うん、確実にミリセカンド単位でコントロールするのは、これはまあ自動車がやるしかないですから、これはもうフィジカルなんですよ、うん、でだけど真ん中にいわゆるその先ほど出てきたあれですね、あの V2X の世界ですよね、あるいは、うん、いわゆるあのダイナミックス、あの 3D マップですよね、これがもう決定的だと思うんですけど、これはサイバーフィジカルモデルですよ、サイバーフィジカルシステムです、はい、全部必要、全部がないと車、あの 自動運転が動かないから、ここが一番複雑になると僕は思ってます。だからバランスがね、 CASE で全部違うというふうに僕は思ってます。なるほど、大将先生いかがでしょうか、このあたりの。まあ、あの多数の企業が、あの異業種が参加してね、そういう、うん、あの共通のベースを作るっていうところはすごく、あのコストも下がるし、リスクもあの回避できるんで、私はいい取り組みだと思うんですよね。うんうん、そのベースをそれぞれ持ち帰って、あの要するに味付けするのは最後は自動車メーカーですから、うん、そこはその商品戦略でやってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。なるほどね。はい、あのアポロ計画、張先生もね、3日前ですか、あの世界あの ICB 大会、スマートカー大会主催されましたね。まあ、中国の第一とか北京市場とかもうたくさん出ていましたよね。まあ、張先生は世界自動車技術学会連盟の会長として、主催というか司会されましたよね。そこの雰囲気含めて、このアポロ計画含めてですね、中国の ICB、あるいはスマートカーは、どのように見ていらっしゃいますか？まずですね、要するに車のスマートカーというか、要するにあの知能化ですね、あの1日2日できるものではない、一つ。もう一つですね、やっぱ知能化というのは、あの車だけの知能化とは言えません。やはり、うん、あのイコシステムですから、いくら賢い子供でも、まあ、東大とか早稲田とか清華大学入らないと、それはもう成長できないよ。それはやっぱり要するに、あの単車の知能化と、その、まあ、知能化の社会で組み合わせてやりながら、結局、まあ、いいものができるんですよ。あのそういう意味でですね、やはり要するに知能化が一つの会社、一日でできるものではない。だからやっぱりうまく要するに責任を分けながらみんなを取って徐々と進歩していく。まあ知能化というのはまず安全で、やっぱりそういういろいろものを組み合わせ、ハードもいるしソフトもいるし、まああの ICT の会社の能力もいるし、まだまあタイヤもシャシでも全部必要。だからそういう意味では私から見てですね、やっぱり要するに
まあ、皆さんがみんなコンソーシアムを作りながら、あ、まあ、いろいろな努力をお互いで、まあ、あの分担して開発して、まあ、合わせていいものを出す。でもそれが徐々と、まあ、それが例えばスマートシティの責任、あの、まあ、ICT の会社の責任、車作りの会社の責任、まあ、一緒にやっていくもの、そうでないと無理です。そういう意味では私から見て、あの今までのやり方がもう普通でノーマルで、まあ、これからがまだはっきりしているビジネスモデルはまだないというのはですね、特に知能化というのは国の方針によってまた違ってくる。例えばある国はもうこれは全部企業のもの、私政府と関係ありません。そうするともう会社知能化するしかできません。ある程度でやれば会社の間の協力、でも中国のような国はやっぱりいい安い車しようと思ったら道路の知能化しないと、まあ、全部車に例えばレーザーとかのセンサーつけると結局こういう車がもう市場さんしか買えません、買えません。でもそれは政府が認識するとやる。でもそれが日本でアメリカでできないかもわからない、うん、その辺は私から見てね、やっぱり地方の、まあ、あの特徴が、だからさっき私講演の時も言った、非常に大事に、だ中国はスマートシティやるのは別にそれが正しいとかじゃなくて中国の地方性が合わせてやってる。で日本アメリカが単車知能化がやってるのは間違ってるとはもう言えません。だからまとめて言えば、今のビジネスモデルがみんなもう要するにはっきりわからないから、もう皆さんがですね協力しながら最終的には競争する。それはもう一緒にやっても分けてお互い、まあ、商品ものが売ると、そういうこと。はい、分かりました。話はつきませんが、今朝はですね白木会長から4時10分までに絶対終わりなさいと、どんなことあってもね残り1分ぐらいです、そもそも締めます。で結局今日はですね、まあ、ソフトとハードの話、もういくらモビリティサービスが発達していてもですね、やっぱり車作りのハードウェアのところはですね、まあ、それが変わらないというか、こちらの受け止め方とかですね、またですね EV に関しては微妙に温度差がありますが、それが各国の産業政策と、まあ、目標の、まあ、立て方といいますかね、温暖化対策としてそれぞれの国は選択肢あっていいという話で、結局ですね、もう時間になりましたので、まあ3人の先生にはですね、ぜひ今日尽きない話をですね、また論文の形でまとめていただいて、視聴者の方からたくさん質問を受け付けたんで、今日時間の関係上全部お答えできませんが、またペーパーでご覧いただけると幸いです。じゃあ今日はね、あっという間に1時間10分経ちましたが、ご協力ありがとうございました。じゃあパネルディスカッションはこれでよろしいですか。はい、大変面白かったです。またね、何かの機会でまたこのメンバーでやりましょう。お疲れ様でした。またお会いしましょう、はい、お元気で、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。また会いましょう、翔先生。会長先生、田中先生に、はい、お願いします。素晴らしい会議でどうも勉強になりました。面白かったです、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。先生方、どうもありがとうございました。一応ちょっと締めという形で本日は先生方、パネリストの先生方どうもありがとうございました。またご参加いただいた方々も長時間にわたりどうもありがとうございました。私どももウェビナーのオンラインカンファレンスというのは初めての経験でして、いろいろと不手際がありご迷惑をおかけしたと思います。その点はご容赦いただきたく存じます。それではこれで国際ビジネス研究学会第27回全国大会、愛知大学国際中国学研究センター共催のオンラインコンファレンス、自動車の未来と中国、ケースはどこへ向かうのかを、終了させていただきたいと思います。では皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。